アイワード2。2017年11月の22日17時じゃない、朝の7時18分です。よろぴく、よろぴく、みんなおはよう。今日は水曜日、ゴミの日かな。水曜日でございます。よろしく。寝れない、俺も。 いいんだよ、寝れない時は寝なくて、寝たくないんだから。無理に寝る必要ないよ。まあ仕事があるんだったら寝た方がいいけど。あまあもちゃん、メガホンありがとう、ありがとね。0.1、こがくみさんいらっしゃい。こがくみさんか、こがくみさんいらっしゃい。0.1が、え？ コメント消えたな。0.1が最小単位だったら0.0001が最小になったらってこと。例えば世の中に10個しかありませんって価値があるじゃん。わ かる、わかる。で、欲しい人が多く10人以上いれば値段が上がっていく仕組みってわかる？小角さん、世の中に10個しかいないものが100人がいたらって考えたら取り合いじゃん。10人に1人しか手に入らない。だからその競争の原理が働くわけでしょ。だからその価値があると思ってたら、この10個を20個にしますってできたら価値が半分に下がるの分かる？分かる？10個、世界に10個しかありませんって言ってたものが20個ですって言ったら価値が下がるのって分かる？分かんない。ただそれだけの話。ハピネスさんはだつで、要はどこでその、なんて言うんだろう、全員が手に入るようなものになるかって話だと思うんだけど、まあ価格は下がるよね、必ず。でも、俺は汚ねえなと思うのは、世の中には10個しかありませんって言ってるものを20個で偽って販売してることがバレたら、価格は暴落するよね。10個だったものが新たに10個見つかったんじゃなくて、ビットコインっていうのはそもそも埋蔵量が限られてますよって売ってたのが俺の認識なんだけど、俺間違ってる？ビットコインが売り出した時の売りだったはずなの、売り文句。要は世の中にこれだけしか出てきませんっていうのが売りだったと思うんだけど。だから信用性が高いものですっていう売り出し方をしていた記憶がある。そういうこと。10個だったものを20個に分割して売ってるの。まあ何でもいいんだよ、あんなの。値段が上がれば何でもいいんだから。でしょ？やってるトレーダーはそこまで考えてない。値段が上がれや何でもいい、儲かれや何でもいいのよ。だってビットコインってすごいんだぜ、世界で通貨取引できるんだぜって言ってる日本人が世界で通貨取引してるか？ してないじゃんっていう。海外送金すごい便利なんだぜって、お前海外送金することあんのっていう。外国と貿易とかやってんのって言ったら、やってないっていうの。じゃあなんでやってんの？儲けたいからなんだよ。だからバブルでしょ、ただの。ソフマップで使えるけど、ソフマップでしか使えないってことでしょ。ソフマップで使えるよね。まあ使えるけど、ソフマップでしか使えないでしょ。あと、あれでも使えるのか？ビッグカメラで使えるんだっけ？金も石油も枯渇すると言われてたのに増えてるし。いや、だから頭いいんでしょ。
金は枯渇するっていうよりも、その埋蔵量が限られてるっていうのは計算式で成り立つっていうのが金なんだけどね。あの要は地球っていうのを計算した時に金はこれくらいしか出ないよねっていう。で実際その金を掘り出すのはすごい労力がかかるわけじゃん。だから価値があるっていう。石油はあの生命の死骸だっていう説と、いや地球のコアから溢れ出てるっていう2つの説があるからもう分かんないよね。で無限に出てくるんじゃないの、分かんないけど生命の死骸だっていうのはちょっと無理があるかなっていう。どうなんだろう、どう思う。なんかそのエヴァンゲリオンの LCL 的な液体なのかな。10個新たに売るっていうよりも価値がどんどん半減していってるのに値段が上がってるってことはからくりがバレてないでしょ。ビットコインって数量が決まってるんですか、増えてるんですか。数量は増えてないけどバラバラにして売ってるっていうのが俺の印象かな。俺あんまよくわかんないんだけど、なんか聞くところによると、なんかそのむしろリスナーさんに聞きたいぐらいで、そのビットコインって何枚しか限りがあるから価値があるんでしょ。うん、そうだよ、ビットコインってすごいんだよって、計算式でなんか管理してるから埋蔵量限られてるんだよ。そうなんだっつって、え、じゃあ1ビットコインでしか取引できなかったら超不便じゃないっつったら 0.00 何単位で取引できるよっていうの。え、それって数が埋蔵量限られてなくないって、ゼロが無限に増やせるんでしょって、うん、そうだよって、何言ってんのお前って感じだ。今ビットコインが93万円だったら、その93万円でしか買い物ができなかったら俺はビットコインすごい価値があると思うよ。うん、え、でもその 0.0001 ビットコインで取引ができるんでしょ、送金とかができるんでしょ。だったらゼロを増やせばいいだけだから無限にできるじゃんっていうのが俺の考えだ。ビットコインはね、あの通貨発行権の問題だからいずれ取り潰されると思ってるんですよ僕は。通貨発行権って国のなんつうんだろう、国のアイデンティティの問題で、その通貨発行権をめぐってずっと戦争が起こってるんだよ。民間の企業が通貨発行権なんて持てるわけないじゃんっていう、その権力者が取り潰すし。だから日本でやるのは俺はバカだと思ってて、あれって税金めちゃめちゃかかるんだよね、株とか FX と違って。だからやって儲けたらすごい税金持ってかれるわけじゃん。で損したら自分の責任じゃん。だから日本では流行らないっていうのが俺の考え方。儲けたら儲けた分だけいきなりとんでもない額の追徴課税で破産するやつがいっぱい出てくると思ってるけど、税金何パーかかるように法律改正されたっけ、すごいよね。だからビットコインに今は価値はないと思ってる。値段が上がってもその税金でとんでもない量持ってかれるから。雑所得扱いでしょ。雑所得はどれくらいなんだろうね。まあまあ本気になったら潰されるわな。だからもう中国がシェア取っちゃったもんだと思ってて、うん、だから中国政府が泳がせてるだけじゃん。ウェブマネーっていうか、そのお金を発行する、だからね、俺ね、ビットコインとかその電子マネーだみたいな売り方が良くなかったと思ってて、うん、40% か、100万儲けたら40万持ってかれるんでしょ。うん、だからまあまあやらないわな、うん、雑所得は総合課税になった、うん、でまあ値段は上がり続けると思うよ中国政府が禁止するまで、うん、まあどん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 上がっていくけど、俺はなんかそのなんつうんだろうな、不労所得全般に対して否定的な意見を持ってて、あの何もやってない価値のないものにお金を価値をつけて投機をしていくのはあんまりその世の中のためにならないと思ってるかな。
雑所得が50%だったのが総合課税になったから収入によって0から50%。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、稼いだ額によってパーセンテージ変わりますよってことか。じゃあまあある程度まではいいかもしれないね。そう、大儲けしたら大きく持ってかれるけどってことか。すげえな。10円でも5円かかったよ。人民元ウォンの価値、その国民は信用しないのさ。だから手数料を出してでも課金したい。まあそうだろうね。そのアメリカとかでウェブマネーとかが進んでるっていうのは、そもそも現金を 信用してないっていうところでしょ。だからなんか、すげえ国だなと思うよね。そもそも信用してないっていう自分の国の貨幣を。そういうことでしょ。日本円よりも、ウェブマネーとか民間がやってる会社の方が信用できるわっていう、そのバックボーンがあるから、まあ、わかる。そう。そうなるよねっていう。円を信用しすぎな気もするけど、円が信用できることは俺はいいことだと思ってるけどな。すごく便利だと思うけど。韓国ウォンは一時期とんでもないことになったからね。なんか、その円が信用しすぎっていうか、その別に円が信用できるのは俺は悪いことじゃないと思うけどな。価格が変動あんまりしないわけでしょ。安心感はあるけど。なんかデフレになると景気が悪いっていうのがよくわかんない。デフレスパイラル。なんかその庶民の生活のっていう意味合いと、その国の景気とデフレとかインフレとかをなんかごっちゃにして考えてる人が多いっていうか、みんなが考えてるのは豊かな生活したいっていうことだから、安いお金でいいサービスを買えるっていうのはいいことじゃん。だからそれはデフレでしょ。だからデフレは別に悪いことじゃないでしょ。給料とかが上がらないのが問題だと思ってるから。だから国に騙されてると思ってる。デフレスパイラルで景気が良くなるって言っても、俺らの所得上がんねえかんねって、物価上がってくかんねっていう。国の収入は増えるんだけど、国通貨、国全体の GDP とか上がったりとか、政府の収支とか増えるけど、頭がいいやつのところに金が集まるだけだろうと思ってるから。だからまあ、なんつんだろう、庶民の暮らしは変わらないと思ってるね、簡単に言うと。いいんだよ、もう。生産性のないやつとかさ、もう、ベーシックインカムで金ばらまいちゃえよ、もう。よくない？もう、それしかねえんだもん。でも、韓国はその時、金を売って、ウォンに替えよう運動があってすごいなと思った。日本人はやらない。金を売って、ウォンに替えよう。俺はね、本気でね、お金に期限をつけたらね、いいと思ってるんだよね。新宿区金券とか出してる、商店街だけで使えるの。まあ、商品券ね。まあ、俺ね、有効期限をお金につけるのは意外とありなんじゃないかなと思ってて。世界中で同時にやったらね。なんかそのお金を貯めることはいいことじゃないと思ってるんですよ。お金を貯めるのってその将来が不安だからっていう状態だと思ってて。なんだっけ、日本ってお金の現金の使ってないお金だけで700兆円あるんだっけ。700兆円だよ。びっくりするんだよ。止まってるお金ね。
タンス預金とか銀行口座に入ってる、もう全然動いてないお金が700兆円だよ。やばくない？まあ、どんだけ日本金持ってるんだっていう怖さと、どんだけ金使わねえんだっていうね。死んだ人の預金もあるか。もうさ、その強制的にさ、金持ってる人が使うような社会にしないとやばいだろうって思うんだけど。個人金融資産は1800兆円か。要は株とか FX とかの、その、やつとかも含めると。有価証券みたいのを含めると1800兆円か。で、現金だけで700兆円でしょ。とんでもない埋蔵金埋まってるよね、日本って。で、それが止まってるって考えるのって恐ろしいよな。なんかもっとお年寄りとかお金持ちがもう最高っつって、もうこんなの金使うわみたいなサービス生み出さないとダメだよね。うん。いや、持ってる人は持ってるっていう、もう階層ができちゃってんだよ。だから貴族と平民みたいになっちゃってんでしょ。二極化が半端じゃない。だからなんでさ、昔さ、会社がさ、経費バンバン使ったりとかさ、サラリーマン優遇されてたってさ、要は課税がすごいから法人に対して、もう要は経費で使えとか飲んでこいとか、これだけ使ってこいっつって社長とかがばらまいてたわけじゃん。アルバイターだね、お前らこれで寿司でも食ってこいって、経費で領収書もらってこいってやってたわけじゃん。そりゃ働くよね、みんな。働いてた方がさ、だってバンバンなんか金持ちから税金取るっていう方が俺正しいと思うよ。それは社長がかっこよくなるし、金持ち尊敬されるし、平民も頑張って仕事しようっていうモチベーションにもなるし、なんか貧乏人から金かすめていったらやばいと思ってるから、うん、どう思う？だから金持ちがリスペクトされるとか、社長とかリスペクトされて、なんかガン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 金使えって配るような文化にしないとやべえと思ってる。だからその方がいいんじゃない？幸せだったんじゃないの？だってお金大事、お金大事っつって死ぬまで持ってても意味ないかんね。使えよっていう。そのせいで若いやつ子供産めねえんだよっていう。うん、へえ、すごいね。へえ。商店街でも買い物しないかな。商店街ないでしょ、新宿区にほとんど。商店街がだってタワーマンションに変わっちゃったもん。日本一高いタワーマンションに変わっちゃって、お米屋さんやってたおじいちゃんタワーマンションの屋上に住んでんだよ。狂ってるだろ。そこにできたでっかい、超でっかいタワーマンションの最上階、テレビでやってたけど、お米屋さんやってたおじいちゃんが住んでるんだよ。すげえなと思って。屋上、商店街、目の前に商店街っつうかね、あの八百屋さんはあるけど、いやすごいよね、狂ってるよ金持ちが。それニュースで見た。いや、そこ裏だよ、裏。それバカみたいにでかいよ、びっくりするよ本当に。小金持ちが経済回してたけど、小金持ちが稼げなくなれば経済なんて回らないわな。いや、要はばらまきをやった方がいいと思うよね。いや、家のすぐそこだよ。でっけえよ、まず。びっくりするよ。そこ商店街だったんだよ。で、全部、俺が引っ越してきた時にはシャッター商店街みたいになって、で、1年後なんかもうずっと囲ってて、もうここ住んで4年以上経って5年目ぐらいなんだけど、もうでっかいの建ってもう住んでるよ。明かりがちらほらついてるよ。こんな高いところ住むの？みたいな。どんな景色なんだろうみたいな。なんか虫とかいないだろうね。もう酸素が薄そうな。60階建て？どんな景色なんだろう。だから都庁のあの展望台みたいな風景だから、地平線全部夜景なんだよ。都庁の60階から見る、展望台から見る夜景って360度全部地平線まで街の明かりなの。東京ってすごいと思うよ。多分その景色が毎晩見れるんでしょう。
ああ、どれくらいなんだろうね。そこに、俺ね、タワーマンション反対派なんだよ。俺ね、ベーシックインカム反対派だったんですよ。最近賛成派に変わってきた。要はね、格差社会は変わらないどころか、広がるからベーシックインカム反対だって言ってたんだけど、もうね、バカには伝わんねえから、もうこんな世の中滅ぼせって意味でベーシックインカムは賛成派になった。もうね、バカには何言っても分かんないやっていう。で、バカを騙そうっていう、そっち側に回った。ベーシックインカムで世の中ぶっ壊そうぜっつって。そんな感じ。いや、だってさ、何回説明しても分かんないんだもん。金持ちに同じ金配っても意味ないでしょって。お前らただ金欲しいだけでしょって。生活保護申請するとかさ、審査基準がどうこうって言ってるだけでしょって。生活保護あるんだから貧乏人救ってるじゃんって。でも不正受給がとか言ってんの。いや、だから単純に金欲しいだけでしょって。お前らの生活苦しくなるからもういいわっつって、インフレが起こってお前らが貧しい生活していいよいいよって、もう慣れ慣れって。破壊からの創造じゃないよ、もう無理なんだもん。もうバカには説明しても無理だっていうのが最近の答えなの、俺の。もうだから頭がいいやつは儲けるし、バカなやつは一生儲かんないと。で、そのなんつうの、頑張ってきたけどもう無理っていうのが俺の考え方だね。ベーシックインカムは超共産主義の始まり。俺はそうは思わないけど。田舎の平屋の方が俺は欲しいかな。だだっ広い土地買いたいね、だったら。和道王国とかいうわけのわかんない名前つけて。動物いっぱい買おう。あ、大阪にできるんだ。へえ。俺はね、実は平屋が欲しい。庭、でっかい庭が欲しいですね。一軒家がいい。島はね、本気で検討したんだけど、やっぱね、島は安く手に入るの。2000万とかで無人島とか手に入るんだけど、インフラがすごいらしいね。電気、水道、Wi-Fi とかを引くのが超金かかんの。なんだっけ、歌手の誰かがそれをやったんだけど、もうとんでもなく破産寸前まで追い込まれるぐらいやばいんだよね、やっぱ。サザエさんの家とか、俺ね、実はね、子供の頃からずっと一軒家だったんだよね。だからあんま借家とかのね、生活じゃなくて、一軒家に慣れてるんだよ。田舎だから。サザエさんみたいな家だったね。だから、一軒家と庭があって、理想の家あるんだよ。ガレージが欲しいね。回覧板あるね。回覧板めんどくさいよ。回覧板めんどくさいんだよ、みんな。一軒家はほんと気楽。隣を気にするほど無駄な時間はない。まあ、アパートだけど全然気にしてないよね。ずっとマンション暮らしで空気悪いとこ住んでたのもあって田舎に憧れる。ちょっと田舎に行くのありだよね。横浜とかもさ、やっぱそういう住宅街とかあるし、西東京の方とかもあるし、八王子の方とか行ったら。いいよね。千葉とかなんかね、もう千葉県入ったらもうそんなんばっかりだし。成田びっくりするよね、久々に帰るとね。この前、のんちゃんと成田デートしたんだけど、びっくりしたもんね。空ひれーみたいな。人いねーみたいな。ほんとびっくりしたもん。人が全然いないの。あ、まあ確かにこんな感じだったな、みたいな。全員知り合いと言っても過言でもないもんな。あ、こいつ見たことあるみたいな。成田駅前って綺麗になったの？マジで言ってる？本当に？嘘。駅前行ってねえわ。いつの頃と比べてたの？京成の方、JR の方？京成の方はもうだいぶ前に変わったんだけど。成田の駅前に昔スーパー銭湯があってさ、それがすごい良かったね。チャップリンっつったっけな。なんつったっけ、あそこ。すげえよく通ってたんだけど、潰れちゃったんだよね。経営者が道楽でやってたんだけど。
前と全然違う。どれくらい前との比較が分かんないから。でも、その成田山の前の入り口にでっかい門があって、その門の木を変えたのよ。で、びっくりしたのが、すごい立派な古い門だったんだけど、新しい木、綺麗な木に変わったんだけど、びっくりするんだよ、本当に。すっごい太い柱の、一本柱のドンドンって立ってる門の木が、できて1週間でバキって割れたの。宮大工のレベルがかなり落ちてるの、本当だよ。もう立ったばっかりの門が自重に耐えかねなくてバキって割れてんだよ。俺爆笑だよね、これ。いくらかかったんだ、これ、みたいな。もう宮大工が腕がなくてダメらしいよ。チャップリンはパチ屋か。で、チャップリンが何になったんだっけ？あそこ子供の頃よく行ってすごい好きだったの。なんかハワイアンズみたいなさ、スーパー銭湯で。埴輪が有名なのは、成田じゃなくて、成田の隣町の、なんて言ったかな。埴輪道路っていうのがあるんだよ。空港の方に。あそこは芝浦だっけ？芝山だっけな。多分芝山っていう町だと思う。成田のことを知ってるリスナーいるの？みんな詳しいね。埴輪道路って言って、埴輪がいっぱいある道路がある。あ、ナーボーは、だから家近所なんだよ。正確に言うとね、ナーボーってね、成田だっつってるけどね、隣町の富里市なんですよ。成田ってネームバリュー多いから、みんな、成田の周りに住んでる人、成田に住んでるって言うんだけど、富里ですよ、ナーボーは。多分、三里塚っていうところに住んでるね。横芝だっけ？そう。ナーボーの家近所なのね。七重は思いっきり富里。七重三佐路ってばあちゃんちが七重だったから、もし南房が七重だったら思いっきり成田じゃない。っていうか、ペコが起きた。ペコおはよう。 ヤミーは朝日って言って、もう超ど田舎だね。海沿いの町だね。オスだから変な鳴き方するね。ヤミーはかなり遠い。猫じゃない、ペコ。オスだからさえずってる。これオス確定。これね、歌の練習してんの。かわいいでしょ。もうペコがオスなの確定したの、すごいもう嬉しくて。釈迦とつがいになるかもしれなくて。釈迦と違う、釈迦ピッピッって鳴くでしょ。でもこれ歌の練習してんの。グゼリって言うんだけど。これが完成するとね、すごいかわいい鳴き方すんの。求愛の歌、そうそう。オスはね、ダンスと求愛するから。だから、オスになりかけてんの、今、子供で。ぐじゅ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 言うの。こういう。おはようバタフライテール。釈迦と仲悪いんだけどね。いい男になってさ、釈迦を口説き落としてほしいの。俺の夢なんだよね。釈迦とペコの子供。釈迦のためにペコね、育ててんのに、釈迦がね、喧嘩を売るんだよね、ペコに。
いや、ウコッケーね、全然面白くないよね。卵、何度、うんともすんとも言わねえ。メガホンありがとう、ふなふなさん。よろしくお願いします。ありがとう。うちのインゴ仲良くなりすぎてすっかり人間が相手にされない。そりゃそうだよ。うん。それでいいんだよ。自然は自然に変えるんだよ。だから釈迦がね、人間に発情しちゃうから、ペコが口説き落として鳥に戻してほしい。自分のこと人間だと思っていくんだよ、釈迦は。ぶっちゃけ生まれても困るでしょ。うん、でもね、まあリーダー命令だからしょうがないでしょ。そこは俺もね、腐っても配信者だからね。ワドンは成田に帰るつもりないの。だろうな。俺多分ね、成田から一生出ないと思ってたんだよ、本当は。成田すごい好きだったし、会社やってる頃も千葉で会社やって成田から通ってたりとかしてて、で東京来いよって、お前東京似合うよっつって成田から上京したさ、やつらから「東京で一緒にやろうぜ」って、こんな街で終わったらダメだよってずっと言われてたの。で、俺、その、大嫌い、世界で一番嫌いな街が新宿だったんだよ、本当に。こんな街絶対住まねえって決めてたのに、不思議だよな、本当に。いや、本当に、神様って本当に意地悪なことするんだよ。もう、だから、成田にも帰れないし、帰らないし、多分、いや、本当に神様って意地悪だよ。新宿なんか絶対住まねえわってずっと言ってたんだもん。あんな汚え街っていうかさ、絶対住まないっていうのはもう振りだったんだよね。本当に神様って意地悪だよ。ラジオでおじさんが言ってた。イヤホイね。ヤッホイじゃない。ラジオでドレさんのことを取り上げられてんの？へえ。なんていうラジオ？いや、だからね、神様って本当に意地悪なことするなって言って。で、ちょっとなんだけど、ちょっと俺も嫌なんだけど、新宿が好きになってる自分がいるんだよ。本当に。ちょっと嫌なんだけど、俺、この街がちょっと好きになりつつあるの。俺は港区に住みたかったけどな。うまくいかねえもんだな。本当にうまくいかねえよ。ドレさんが取り上げられたわけじゃなくて、イヤッホーイっていうのがおじさんの間で流行ってる。へえ。あ、市原に住んでたんだ。おお、市川じゃなくて市原なんだ。渋いね。北口さん、花火ありがとう。住めば都っつうかね、なんかね、やっぱりその、なんだろう、つながりができてきたんだよ。その、新宿の中でも。浅井さんとかさ、のんちゃんとか、やっぱりその人なんだよね、その街か好きかって。だからね、そのもう行きつけの美容室もできたし、ここ通おうっていう美容室もできたし、まあこの街にしばらく根を下ろそうかなっていう。俺にとってたたらばだよ、ここは。いや、俺も作るよ。のんちゃんがほとんど9割ぐらい今作ってくれてるんだけど、あとは外食？パン買ってきたりとか、スーパーのお惣菜とか。でもたまに俺作るんだよ。見る？俺が作ったやつ。おとといかな。これ作ったよ。チャーシュー。なんか、料理できんの？とか言われるけど。まあ、この前作ったやつです。
なんか業の深い町だよ、本当に、新宿は。うまそうやろう。和道チャーシューです。うまかったね、実際。焼いてボイルじゃないんだよね、実はね、これね、ボイルしてボイルの、ボイルしてボイルですね。 焼いてない。だから、チャーシューじゃないんだよね、厳密に言うと。ま、あのね、肩ロースと肩ロースくっつけて巻いてる。男っていちいちそういうの作るからめんどくさい。あ、まあまあ。肉崩れしないようにね。おはよう、知らんけど、風船10個ありがとう。楽しんでて。ありがとうございます。中島ラモのいいんだぜを和道さんに歌ってほしい。へえ、そういう曲があるの？中島ラモさんのいいんだぜ。聞いたことない曲だな。歌詞見てみよう。いいんだぜ。いいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ。君がドメクラでもドチンバでも小児麻痺でもどんな片輪でもいいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ。君がうつ病で分裂で強迫観念症でどんなキスガイでもいいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ。君がクラミジアでヘルペスで梅毒でエイズでも俺はやってやるぜ。撫でてあげる、舐めてあげる、ぶち込んでやるぜ。君がいいやつで、だからダメなやつで、自分が何をしたいのか全然わからなくてもいいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ。君がクロンボでも北朝鮮でもイラク人でも宇宙人でも クロンボでも北朝鮮でもイラク人でも宇宙人でも、すげえな。要は黒人と北朝鮮とイラク人をディスでしょ、これ。いいんだぜ、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 俺はいいんだぜ。ヘイブラザーシスター、君はどうだい。すげえ差別的。すげえな。どんなメロディーなんだろう、これ。すごいね、この人。やば。俺は最後の北朝鮮とクロンボとかさ、もうすげえなって。これ俺合わないな。なんか、もう要は差別の対象として使ってるっていうことだから、この人差別主義者でしょ、完全に。やべえ歌だな。途中までいい歌だなと思ったけど、なんか最後の一文でなえたかな。思想と合わない。おはよう。
ドレさんがいないと閲覧多いな。おい、ドレリスナー、花火投げろ。おい、ドレリスナー、黙って見てるんじゃねえ、この泥棒どもだ。花火を投げろ、うん、弟分にも花火を投げろ、子分にも花火を投げろ。それが生きってもんだろう。たまには投げろ、ドレリスナー。ドレリスナーじゃねえやな、元ワドリスナーだよな。どれに飼いならされやがって。もう分かってんだかんな。こっちにも税金払ってよ。何なんだろうこれ。ツイッターのフォロワーになんか面白い人がいるな。映画の制作、映像作品の制作販売をしてる会社がなんかフォローしてくれたんだけど。監督やらせてくんねえかな。何これ、監督やらせてくんねえかな。何この会社、なんか有限会社で映像制作の販売と制作をしてます。だって初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。誰でもフォローしてる人なの。普通になんかやってくんねえかな。本当だ、配信好きなんだね。なんか仕事くんねえかな。わかんねえ、本当にあるかどうかわかんない。本当だ、配信者結構ヒカキンとかもフォローしてる。DM 送ってみようかな、仕事くれって。ツイッター送ってみる。なんかでも映画作ってるよ。
なんか B 級映画っぽいのをなんかやってんのかな。なんか B 級映画を撮り続けてるね。仕事くんねえかな。DM 送ってみようかな。DM 送ってみようか、ダメ元で。まずググろう。いや、あったよ。あったよ。この会社はあるんじゃないかな。存在するね。サイト自体持ってて、なんかすげえ B 級映画をすごいいっぱい撮ってるね。インフォメーション、会社概要。ああ、ちゃんとあるね。各種ビデオソフト、映像、およびコンピューター、書籍等の企画販売、古物に販売、損金。ああ、ちゃんとある会社だね。ちょっと DM 送ろうかな。ちょっと DM 送ってみるわ。書籍もやりたいね。以上 DM で挨拶だけしておいたわ。もしかしたらね、なんかお仕事とか、別にね、正直ね、ギャラとかいらないんだよ。やらせてくんねえかなっていう。なんか B 級映画撮らせてくんねえかなっていう。淡い期待がね。なんか映像関係でつながり持ってたらいいから、なんか仲良くさせていただきたいな。書籍っていうかね、俺がね、実はね、文才が全くないんですよ。小学生みたいな文になっちゃうんですね。喋りはね、長けてるんだけどね、実は文章がびっくりするぐらい下手なんだよ。びっくりするぐらい下手なの。いや、横山みどりさんの映画はいいと思うよ。全然。なんか低予算で映画とか機材とか貸してくれてね、役者とか用意してくれない、映画撮れるかなって。やりたい。やっぱ作りたい。映画は撮りたいね。おっさん劇場は、
おっさん劇場は俺苦手かな。やっぱりあれは松本人志がやってるっていう緊張感があると思うの、おっさんたちの中で。なんか、まっちゃんから指令が来るっていう緊張感があるから、あんなになんか動くと思うの。北野武タイプ。あ、北野武ってそうなの？わかんないけど。俺もし本出すとしたらゴーストライター絶対雇うね。もし書籍の仕事が来たら、まず編集者と話すことはゴーストライター誰にするかっていう話だよね。絶対そうでしょ。ゴーストライター、だってホリエモンとかひろゆきもゴーストライターバリバリ使ってるのね。で、俺正しいと思うんだよね。文章って上手い下手がめちゃめちゃ出るから、だから本当に書籍の話を来たら、まずゴーストライター探すところから始めるよ。あ、そうなんだ。ビートたけしって文章下手なんだ。俺は絶対だから、喋りを録音して、それを書いてって頼んだ方が絶対いいと思う。語るからって、インタビュー形式でやるからっていう。糸井重里とかにやらせるかっつって怒られるよな。自分で初め書いて、それをなんて言うの？なんて読むんだろう。ごめん、難しい字が。ナミさんごめんね。バカだから俺。ワトツー、おはようございます。難しくて読めないなっていう感じは絶対ひらがなで書いてください。僕、みんなが思ってるよりバカなんで。よろしくお願いします。あ、書き起こしたんだ。へえ。矢沢の成り上がりってあれ書いたの誰だっけ？超天才編集者の、なんだっけ？もともと角川にいた人だよね。なんつったっけな。超大金持ち、なんだっけ？水耕って読むの？水耕ってなんだろう。自分で書いてそれをきれいに書き直すっていう。はあ、それを推敲っていうんだ。言いたいことはあるね。言いたいことはあるね。俺がまず書籍化したいのは生活保護完全マニュアルだね。売れそうだろ？絶対なんか5万部ぐらい売る自信あるんだけど、生活保護完全マニュアルって名前だったら絶対売れるじゃん。買うでしょ。鶴見さんに怒られるよね。 ハウツー本形式で生活保護の持論を展開するっていう釣りタイトルだね。で、その次はやっぱりホームレス完全マニュアルだよね。ホームレス完全マニュアル。有田さんに取材させてもらって、もうバンバン浅井さんの人脈を使ってホームレスの赤裸々な、この新宿代々木ホームレスの赤裸々な話を。喫茶さん、おはようございます。アイテムありがとう。楽しんでって。
なんか土地が欲しいな。モバイルハウスマジで作りてえな。土地が欲しいよ。おお、ココアちゃんいらっしゃい、わこつ。おはよう。抑制指定区域とか交わされない。交わされない抑制指定区域とか何それ。あ、いえいえいえ、とんでもないとんでもない。ていうかうまかったね、ココアちゃんね。運動神経いいんだね。モバイルハウス作りたいんだよね、10万円ぐらいかけて。だけど家ね、土地が必要だからな。まあ、田舎じゃないと無理だよな、あれは。妻にゃん強すぎて無理でした、つって。妻にゃんは強いよ。パワー系だからね。ビットコイン詐欺なんですか？いやいやいや、なんか、なんつうの。なんか、発行できる数がこれだけしかないっていうのが価値だったのに、小数点バンバン増やしていけたら無限じゃね？っていう話をしてた。家とか建てられそうな区域を売りつける詐欺がある。へえ。あ、それは買わないかな。俺はね、生粋のね、俺が詐欺師って呼ばれてるぐらいだから、俺が欲しいなって言った時はリスナー誰かちょうだいって意味だから。土地余ってるリスナーいたらちょうだいねっていう意味だから。俺詐欺師って呼ばれてんだよ。わからない。俺が欲しいなーとか、こうぼやいたらリスナーにちょうだいねっていうアピールだから。いや、前結構言ってたよ。田舎で余ってる土地だったらちょうだいっつって。貸すじゃダメなの？って言われて。いや、なんか欲しいっていう話をしてて。ああ。のは、は。今年までに100万いくって言われてんやけど、あ、値段は上がり続けるだろうね。俺もそう思う。何回か捕まってるからじゃない？何が？俺も100万は超えると思うよ。値段は上がると思ってる。でもいつかはバブルは崩壊すると思ってる。住む用でじゃなくて、俺のアート作品を飾るためだね。だってさ、使ってない土地があってさ、まっさらでさ、ずーっと放置してるんだったら、俺の建造物飾ってもよくない？別に害はないでしょ。かっこいいじゃん。なんか新宿とかもその辺歩いてても、本当に一等地なんだよ、この辺。だけど、住んでない家とかいっぱいあんの。いや、これ俺にくれねえかなって本気で思うもん。絶対くれないよね。だって、数千万円するもんね。福島とか安くて、福島無理だな。やっぱ新宿がいい、俺。新宿の家の近所がいいね。500万ぐらいになるかどうか、東京五輪、あと何年？あと3年？東京五輪って。あと3年だよね。500万。いや、500万にはならないんじゃないかな。わかんないけど。まあ、大久保いいかもね。そう。使ってない土地とか、本当の大金持ちになんか、そういう支援してもらいたいんだよね。モーヤンカレー俺大嫌いなんだって、ヤバぞ。何回言わせんだよ。もう最低なカレー屋だよ、本当に。モーヤンカレーうまいうまいって言うから、みんな毎回言うから2回行ったんだけど、2回ともまずかったわ。ふざけんじゃねえよ、モーヤンカレー。ど、えー、
え、行ったことあるの？本当に。俺もう本当にこのモーヤンカレーがどうのこうの言うやつ大嫌いなんだよ。食ったことあんのかよっていう。あるの？ビットマルチのやつに買わされたけど結局儲かってる。まあ儲かるは儲かるだろうね。値段が上がってるから。ビットマルチが何なのかわかんないけど。常連だったの？マジで？ありえねえわ。味覚疑うわ。大久保、新大久保でも高いでしょ。それでも。コンビニとかいろんな店にビットコイン使えるようになったら上がる可能性あるみたい。それは爆上げするでしょ。コンビニとかが使えるように。でも、よく話すんだけど、通貨発行権を手にした一般企業ってありえないっていう話をしてて。ビットコインがやろうとしてることって、本当に政府とかをお取り潰すような話だから、そこまで力を得ないっていうのが俺の考え方なんだけど、そこは分かんないよね。もしそうなったら今ビットコイン持ってる人はもっと勝つでしょ。日本のコンビニとかで決済できるような仕組みになったら。ならないと思うけど。そればっかりは分かんねえかんな。投資のお客さん多いけどいろいろ話聞く。荒野が住んでるところは大久保の可能性あるだろうね。家賃いくらって言ってたかっつったら、新宿区で家賃いくらか。で、キャスバーにどれくらいのスピードで行くかで大体推測できる。いや、まずいわ。モーヤンカレー、もう本当にまずいわ。落合とか、まあ、高田馬場とか、大久保、まあ、北新宿あたりは、まあ、可能性あるだろうね。っていうか、荒野ってブラックだから、保証人がいないって言ってたの。で、不動産屋行ったらね、まあ、大久保とか勧められるだろうなっていう。広いには欲しいよ。くれるの？喫茶さん。ありがとう。にゃんにゃん。最近これハマってんだよね。花火もらったらちゃんとやるから。配信者あるある、キャスバーに呼んでから来る距離。いや、キャスバーで大体の距離わかるでしょ。俺が大体25分ぐらいかかるから歩いて。荒野は多分キャスバーから10分圏内とかじゃないの。まあ大久保はかなりいいところ行ってんじゃないの。店内は狭いとは思わなかった。むしろ広い方じゃないの。モーヤンカレー好きってどうなってるんだろう。本当に味覚疑ったもんな。でも流行ってるんだよな、モーヤンカレー。俺が外れの日だったのかな、日替わりのカレー。なんかトマトっぽいカレーだったんだよね。ご飯にかけて、なんかなんかトマトでご飯食ってるみたいな。トラウマだよ、本当に。なんだこれ、みたいな。ご飯にトマトをかけて食べないでしょ？トマトペーストを。なんかそういうの食わされたんだよ。だから、ハズレを2回引いた可能性はあるよね。そう、ハヤシライス風みたいな。なんかもう、絶望だったよ、本当。俺、ハヤシライス大嫌いなんだよ。そう。あれはなんかもう、なんか、モーヤンカレーをだいぶ押されて、行ったけどな。もう多分二度と行かないわ。だったらあそこ行くよ。インドカレーのなんだっけ。ナンが美味しいんだけど。ココイチ別に好きだけどな、俺は。ハヤシライス食べたくなんないよ、俺。十二社通りかな？ほら、食堂があるところ、24時間の。そっちの方だと思うよ。なんか店舗が外れなのかもしれないけど。俺はターリー屋よく行くね。ターリーカレーめちゃめちゃ店舗数多いよな。12層っていうの？ 12 層通りっていうんだ。12社通りじゃないんだ。
礼しました。ココイチ全部トッピングした時、2日トッピングがおかずだった。なんでそんなことしたの？絶対食えないでしょ。ナンが好きなのでよくナンだけ食べてます。まあ、ナン美味しいよね。でもナンだけで食べれるよね。焼きたてのナン美味しいかな。わかる気がするけど、カレーと食えよって店員は思ってるんじゃないの。八作さん、八作さんいらっしゃい。ターリーカレーのナンおかわり自由だし、うまいんだよな。ナン大きいっつってナン大きいよね。キーマカレーとナンね、俺はあれだな、バターチキンとかが好きかな。カーリーカレーのベジタブルカレーも美味しいんだよな。ココイチ結構好きなんだけどな。ほうれん草カレー派なんだ。ゴーゴーカレーはね嫌いだねそこまでまずいとかディスするわけじゃない、あの値段と合わねえなっていう感じだね。なんか、ソース食ってるみてえだったねっていうかあれソースでしょ、多分ソースにカレー粉入れたんでしょ、水の代わりに。よくわかったね。ゴーゴーカレー微妙だわ俺の中では。うまいかみたいな、高くねみたいな。よくわかったな。ゴーゴーカレー微妙っすね。なんかね、その安くてうまいものが好きなんだよ。で俺が考えるのは費用対効果じゃないんだけど、この値段でこれはうまいよねっていうのが好きなの。なんか別に3万円する食い物もいいんだけど、3万円の食い物はうまいに決まってるじゃんって敷居が上がるような気がするんだよ。あ、そう。何食いすぎてルーが余っちゃうんだ。うわ、結構ね、配分はうまいかもしんない。なコストパフォーマンスで考えるかな。だからさ、とんでもなく高いものでじゃないんだよ。500円でもダメなものあるし、500円でもすげえものあると思ってる。あ、豆腐ね。豆腐ってなんであんな安いんだろう。なんか豆腐屋さんって超大変じゃん。朝めちゃくちゃ早起きで売るのも大変だし、豆腐屋って本当に大変だってばあちゃんがよく言ってたよ。豆腐屋は気合が入ってないとできないってばあちゃんの口癖で。豆腐屋はやばいよって。儲かんないし、美味しいの作るの大変だし、もう本当に寝れないって言ってたよ。ばあちゃんの豆腐屋はやべえ理論、好きだったな。新宿にあるんだよ、北新宿の方に。まだ豆腐作ってる豆腐屋が。1万円のコースはそれ以上だった。ああまあだから1万円のコース食ってこれはすごいって1万円以上の価値あるっていう時はいい買い物だよね。だから俺ねよくね、そう生活保護で貧乏だった頃よく考えてたの。100円でできる一番幸せなことなんだろうっていうのを常に考えてたのねニコ生やってる頃なんだけど、100円でできる最高の幸せ、食い物でも娯楽でも何でもいいわって考えて、
俺が出した結論は、朝マックの、ソーセージマフィンかブックオフの本だなっていう結論だね。100円でできる最高の娯楽だから、ブックオフと朝マックだったよ俺の生活ライフスタイルは。うん、漫画がその400円で買える日本って本当に幸せだなと思うし、ブックオフが100円で中古で買えるっていうのも幸せなんだよね。本当に幸せ。漫画とか本とか100円で買えるってすごいなと。おはようしーさん、やっぱ漫画好きだな。日本人で生まれて本当に良かったなと思うの漫画とアニメだもんな。漫画村っていうのがあるの。朝マック狂いっていうか、狂ってるわけじゃなくて、100円でできるものって何がある？他にある？俺朝マックとブックオフの100円コーナーに勝てるものはないっていう結論なんだけど。バタフライテール頑張ってね、いってらっしゃい。なんかある？これもう俺の中でもうだいぶ議論をして、自分の中でね答えが出たものだと思ってるんだけど、誰か論破できる？もうブックオフ理論、朝マック理論、100円でできる最高の娯楽。いや、缶コーヒーと漫画一冊と朝マックどれ選ぶ？その3つの中でどれ選ぶ？缶コーヒー、ナミさんね、100円しか持ってません、お小遣いで、今日一日これで潰せって楽しめと。朝マック選ぶか缶コーヒー選ぶか、グラップラーバキ選ぶかだよ。グラップラーバキは必ず100円で売ってるから。どれ選ぶ？キャンドゥ、キャンドゥね。キャンドゥだったら俺セリアかな、セリアかダイソーかな。100円均一、朝マックだよね。朝マックか、やっぱブックオフでしょ。缶コーヒーってすごいコスパ悪いよな。あー、コーラか。飲み物にそこかけるか。俺水飲んでたかんな。俺だってこれ本当にもういい話だけどさ、あんまりにも放送中水飲みすぎてて、リスナーさんがかわいそうっつってさ、バリスタ送ってきてくれたんだよ。あ、もうね、見ててかわいそうになってきたわっつって、お前あのインスタントコーヒーでもいいからコーヒー飲めよって言って、あの水道水飲みすぎてバリスタ送られてくるんだよ。すごいでしょ。嬉しいよね。俺だから免許持ってないから、車持ってないから。あ、ブロリーさんはコツバカありがとう。そういう生活だったかな。うん。でもさ、そう、漫画はネタになるからね。金のない方が楽しかったりするよね。うん、金がない方が金とちゃんと向き合うからね。もう貧乏って経験しとくの大事だと思うんだよね。100円缶コーヒーでチャリとか散歩とか。あー、まあかっこいいな、ちょっとな。あー、かっこいいね。あ、でもコーヒーっていう選択肢はないかな。だから缶コーヒーを飲めるっていうのは俺は成功したからだと思ってる。今こうやって缶コーヒーを、あ、コーヒー買ってくるわっていうのは、なんかこう俺の中でステータスなんだよね。缶コーヒー飲めるんだぜっていう。漫画は一巻完結に限られる。いやー、全然全然、続編買うよ。
続きが気になってしょうがないんだ。だから1000円でできる最高の、じゃあ娯楽考えようよ。1000円でできる最高の娯楽ってなんだろう。1000円あったら何するか。まあラーメン食うとか選択肢が広がるよね。ラーメンいけるでしょ。スイーツもいけちゃうね。障害者割引で映画も見れる。うん。何ができるかな。1000円。お金を使うって難しいよな。おお、そうそう、おはよう、久しぶり。おはよう。一日経つと久しぶりっていう俺の感覚。一日自分で放送を休んでおいて、一日ぶりにあのリスナーさんと会ったら久しぶりと言ってしまう、この時間感覚。毎月1日の1000円映画で、あ、まあ映画1000円ね。まあ映画を1000円で見るっていうのはいい娯楽だよな。贅沢だよな。ただ外れ映画を引いた時のあの悔しさって何なんだろう。殺意湧くよね。何なんだろうあれって。なんか本当になんか煮え切らない気分になるよね。うん。100円ローソンでツナ缶を買ってご飯にかけてマヨネーズかけて醤油かけて食べるっていうのもいいな。ツナ缶って高いんだよね意外とね。ブレードランナーいいらしいよな。見ようかな。ブレードランナー評判いいよね。うん、ありだね。まあまあ良かったんだ。なんかもうこれ、もうこれやべえっていうの見たいんだよな。地獄のデスロード、マッドマックスを見なかったことを後悔してんだよ。なんかね、好きな評論家勢が全員大絶賛してるっていう異常な、こんなことないんだよ。町山も歌丸も、あと誰だ、町山、歌丸、マッドマックス絶賛してるのは誰だっけな。とにかく3人4人のね、評論家がね、全員ね、もう今世紀っていうかね、もうすげえ映画が出たの。マッドマックスもうほんと最高だっつってて、なんで俺これ見なかったんだろうと思ってすげえ後悔してんだよ、うん、今日時給1000円の仕事バックれました。あああバックれちゃったんだ、うん、なんでバックれちゃったの。働きたくない。映画館2回見た。え、そんな良かった。みーすけおはよう。俺ね、マッドマックスを映画館で見なかったのは結構とんでもないことをしちゃったなと思ってんだよね。やっぱりね、あのいい映画に当たった時の高揚感っていうか、これを劇場で見たっていうのって一生残るって思ってて、この放送見たくて罪だな、罪やで、ほんま罪やで。うん、あれはそうだろうね。俺は一生後悔するだろうな。しかもまだ DVD でも見てないんだよね、マッドマックス。DVD プレイヤー買ったから DVD 見れるのに、ツタヤに行かないんだよね、俺。ゲオとか。近くになくて。なんか映画を見たいな。ありがとう！ありがとう。朝方頑張ってたね。いや、もうすごい面白かったよ、朝方。花火さんこありがとう！にゃん！ありがとう。ターミネーター2を映画館で、いや、あれはあの時代にあれ見たらびっくりするでしょ。だって、ターミネーター2の頃の映画って、ねえ、っていうかあの頃映画良かったよね、ハリウッド。なんかもう、あの頃いいよな。バブルの頃でしょ？バブル終わりかけの頃も良かったよな。なんかこう、キラキラしてたよね。なんか世界全体が。なんだろう、ジュラシックパークとかもそうだしさ、音響は最高クラスの方がいいよな。マッドマックスは 4D で俺も見たかった。
音響ね。俺ね、でも、なんだろう。まだその3000円とか4000円する最高クラスのやつ聞いたことないから、わかんないんだけど、音うるさいの、俺。正直。音感いい方なんだよ。アスペの特徴であるの、そういうのが。で、なんか、自称音通のやつみたいなやつっているじゃん。で、音を全然理解してないやつとかもいるの。なんか、言ってるだけとか、映画館のパンフレット読んでるだけのやつ。お前、本当に耳腐ってんじゃねえの？みたいな。で、田舎の方の成田の、いや、実はここの映画館の方が音いいからみたいなとこ連れてくと、わかんないっていうのよ。だから、自分の本当の耳の感覚信じれないやつってダメだなとか思ってて。なんて言えばいいんだろうな。音が良くても耳が良くなかったらダメだからなっていうのが俺の持論なの。音楽ずっとね、音響やってた結論で、どんだけいい音出ても客が耳が肥えてなかったら意味ねえぞっていう。だから例えばどんだけいいスピーカーを持ってても映画の環境でそれを表現できなかったら意味なくて、過剰にやってるのって結構あると思ってんだよね。IMAX シアターに一度行ってみたい。一回経験してみたいよね。俺ね、でもね、なんだろう。結構衝撃だったのが、俺、バックトゥーザ・フューチャーシリーズを見たのが26とかだったの。遅いじゃん。26だから、4年、6年前に見たの。で、映画すごい好きで、ホームアローンとかも面白かったよね。で、満足感違うよ、全然、やっぱり。星空さんいらっしゃい。遅いでしょ？で、お前さって映画好きなのに、バックトゥーザフューチャーなんで見てないの？って言われて、もうじゃあ見るわ、つって借りてきて、そいつのでっかいテレビで見たの。もう眠かったの。19時間ぐらい起きてて会社やってたから、眠かったけど、うわー見て、そのまま全部見た。超面白かった。あ、みーすけありがとう、花火。仕事頑張って。ありがとう、にゃん。ありがとう。そう、バックトゥーザフューチャーは何だろうね。あれは何だろうね。アダムスファミリー好きだよ。大好きだよ。デレテテ、デレテテだっけ？デレテ、ね？デデデテ、あれ？リズムわかんなくなった。ベースの音なんだっけ？デレテテ、デレテテ、え？なんだっけ？なんか違う。アダムスファミリーってなんだっけ？デレンテテ、違うな。なんだっけ？アダムスファミリーって。忘れちゃった音。合ってる？好きだったね。俺ね、あとね、これ微妙かもしんないんだけど、俺子供の頃見た映画の中でちょっと面白かったのは、ジュマンジって映画面白くなかった？俺あれ結構好きだったんだけど、微妙？いやー、わかる。俺インディ・ジョーンズ大好きなんだよね。俺インディ・ジョーンズ、なんだろう、すごいよね？ ダメ？ジュマンジって映画知ってる？みんな。あ、ミクロアドベンチャーだっけ？ミクロキッズだっけ？あれも面白かったし。インディ・ジョーンズ大好きだな。かっこいい。今でも俺の憧れの、スピードは見てないな。ジュマンジって博物館じゃなくてゲームじゃなかったっけ？ボードゲームを開いたら世界が広がるみたいな話だと思う。何度も見たい系じゃないよね。わかる。それはわかる。本を開くと、人生ゲームみたいなすごろくで現実化するみたいな。あ、グーニーズ見たことなくて、俺グーニーズっていうとファミコンゲームの印象なの。俺のファミコンゲームの棚にグーニーズがあって、てるてててって言って、なんだっけ、音楽。なんか、すごい、グーニーズ、難しいの、当時のファミコンゲーム。で、何回やっても一面クリアすらできないの。なんなら、次の、スクロールできないぐらい難しくて、くっそつまんねえと思って。ただ、多分今やったら名作なんだろうな、グーニーズは。ゲームの印象。めちゃくちゃ難易度高かった、グーニーズ。逆に今やったら多分クリアできるからやりたいぐらいだもん。ファミコンのグーニーズ知ってる？シンディ・ローパーの曲。
俺だけどね、本当映画好きなんだけど、本当に俺ダメだなって思うのが、本当に恥ずかしいんだけど、俺ね、かっこつけてね、バタフライエフェクトとかトレーニングデイとかさ、いいよね、面白いよねとか言ってるけどね、本当に好きな映画、アルマゲドンなんだよね、俺。本当ダメなやつだろ。どう思う？がっかりするでしょ。いや、かっこつけて、なんか、いろんな告発とか面白いよね、とかさ、なんか、なんつうの、時計仕掛けのオレンジか、とかさ、かっこつけて言ってるけど、全然アルマゲドン大好きなんだよ。トレーニングデー面白いでしょ？いや、アルマゲドンは、なんだろうね、あれね。いや、笑うっしょ？お前、アルマゲドンはねえだろ、映画好きでって思うでしょ？でもね、あのベタベタな感じで好きなんだよね。もう超ベタじゃん。びっくりするぐらいもうベタベタじゃん。もうね、大好きなんだよね、アルマゲドン。毎回同じ場所で泣くよね。時計仕掛けのオレンジとかもうおしゃれすぎるよね。ちょっとかっこつける。女の前で粋がりたいじゃん、やっぱり。そう。それはね、もうしょうがないの。かっこつけたい。トレーニングデーは面白いでしょ。なんだっけ、あの俳優、黒人の。なんだっけ、めちゃめちゃ演技うまいやつ。あの黒人のさ、もう名前が出てこない。ボケてんのかな。いや、ブルース・ウィリスはめちゃめちゃ年取ってるでしょ。どんどんハゲていくからね。もともとハゲてたのに。スヌープドッグ、デンゼル・ワシントン、そうそうそう。デンゼル・ワシントンの演技かっこよすぎるじゃん。何やってもデンゼル・ワシントンなんだよね。あいつずるいよな、デンゼル。俺ね、でもね、トレーニングデイ何回見ても笑うシーンがあってさ、これ絶対ダサいだろって思うのがさ、おい、お前見ろっつって、ダンっつって。こうやって足まくんの。ここに狼入ってんの。俺は狼だっつって。わかるかっつって。俺は狼のように生きるんだっつって。お前は羊になりてえのか、狼になりてえ。ここに狼入ってんのよ。俺ね、トレーニングであのシーンだけど全然意味わかんないの。すげえかっこいい映画なのに、デンゼル・ワシントンが ここに入ってるタトゥーをこうやってめくって、俺は狼だっていうの、あれギャグでしょ？もうね、ほんとね、意味がわかんねえ、この映画だもんって。いや、めちゃめちゃシュールなんだよ。あれはね、ほんとね、笑うところなんだろうって思って。あれは爆笑するところなのかな？何なんだろう、あれ。なんか足の下に小さい狼出して。いや、笑うでしょ？すごいかっこよくドヤ顔でデンゼル・ワシントンが、おーとか言ってんのよ。何これ？とか思って。すげえ笑った、俺。俺もここに狼入れようかなって思ったもん。そのシーンを再現するためだけに。ギャグで。渾身のギャグ。何か事あるたびに、こう、足めくって、俺は狼だってやろうかなって。 いや、あのシーン、未だに理解できないんだよな。何なんだろう、あれ。最高にギャグなんだよな。いや、ドヤ顔なんだよ、すげえ。でも、デンゼル・ワシントンの安定感やばいよね。何なんだろうね、あの、デンゼル・ワシントンの安定感。もうデンゼル・ワシントンがいるだけで幸せみたいなのない？おはよう、ベコボコランド。いやー、あれは、だから配信で、ドルさんが結構映画の引用するんだよ、セリフで。だから、ドルさんも、なんかアンチが出てきたら、おい、てめえ、この野郎、花火。あ、もう、やり直し。なんかドルさんって結構映画好きだから映画の引用をよくやるんだけど、あのアンチと喧嘩した時にもう頭来たらこうやってバーンって足やるって、おいっつってここに狼が出てきて、おいてめえらアンチ見ろこの野郎っつって、俺は狼だっていうシーンやってくんねえかなって毎回期待してるんだよ。 ドルさんがデンゼル・ワシントン似合うでしょ。 そう、いや、映画の引用かなりしてるよ。なんか、おい、俺の女になりたければ、後ろに並べってよくやるじゃん。あれって、
アメリカンギャングスターって映画のパクリなのね。なんだっけ、それもデンゼル・ワシントンとの掛け合いの映画なんだけど、なんだっけ、アメリカンギャングスターの俳優なんだっけ、名前が出てこない、ラッセル・クロウかな、ラッセル・クロウのセリフなんだよ。どれデンゼル・ワシントン、これはいけるでしょ、日本語、日本のデンゼル・ワシントンっていうキャラでいけるでしょ。なんかそのデンゼル・ワシントンってかっこいいよね。何なんだろうあれ、何なんだろうね、すごいいい演技するよね。山崎努的なポジションなのかな、なんだろう、誰だろう、日本の俳優でいうとデンゼル・ワシントンって誰だろう、山崎努じゃない、誰、すごい好きなんだよな、なんかデンゼル・ワシントンがいるだけで安心感が半端じゃない。むしろなんならデンゼル・ワシントンに1800円払えるもん俺。もうデンゼル・ワシントン出るならいいやっていう、見るわって。なんだろうな、なんだろうな、外れないよね。なんなんだろう、なんでなんだろう、ハズレがないんだよな、うん、大杉蓮さん、うん、サミュエル・L・ジャクソンいいか、微妙じゃない、微妙じゃない。サミュエル・L・ジャクソンって誰が何の映画に出てる、微妙じゃない。スターウォーズとパルプ、俺この人微妙だと思う。ジュラシックパークも出てるか、あ、モーガン・フリーマンの方が分かる気がするな。モーガン・フリーマンの後継者じゃないの。モーガン・フリーマンも安定感半端じゃない。なんだろう、ショーシャンクの空にのせいかな。うん、ダイハード3は、あ、サミュエル・ L・ジャクソンだっけ、モーガン・フリーマン。あ、じゃあ、サミュエル・ L・ジャクソンが、出てたっけ ?3、出てた、あ、出てたか。出てたっけ、出てなく、あ、ダイハード3出てるか。あ、出てたか、この人か。でも微妙だった。だったら、ダイハード3はなんなら、デンゼル・ワシントンだったら超名作になってたと思わない、ブルース・ウィリス、デンゼル・ワシントンだったら、めちゃめちゃ噛み合うでしょ。むしろ多分、ブルース・ウィリス食いにかかるぐらいの演技力でしょ。うん、あ、タランティーノ映画。タランティーノ一個も見たことないかもしんないな。鳥になりたいさん、おはようございます。ウィル・スミスの安定感が好き。ウィル・スミスもグッと来ないな、グッと来ないな、うん、うん、あ、ペコペコランド風船10個ありがとう。ダイハード4は俺ダイハードシリーズ好きなんだけど、3はちょっと微妙だったんだけど、4に行って大爆笑したね。もうね、ここまで開き直るといいと思って、パトカーでヘリコプターを撃墜するシーンがあったりとか、トラックでなんか戦闘機、すっげえ戦闘機とか撃墜するシーンとかやった時に、もうここまで来ると気持ちいいと思って、ダイハード4は逆にいいっていう、うん、あ、空気の関係はしてますよ、はい、してます、してます、もちろん俺らのこともあるから。モーガン・フリーマン、モーガン・フリーマンはっていうかね、俺はこれはモーガン・フリーマンの話じゃなくて、なんだっけ、ブラッド・ピットの映画脚本選ぶセンスは半端じゃないって話をしてて、ただお前じゃないっていう、毎回めちゃくちゃ面白いストーリーでめちゃくちゃいい脚本選ぶ天才なんだよ、ブラッド・ピットって。多分めちゃくちゃ選んでるんだよ、もうオーシャンズイレブンとかやっとけって感じなの。ファイトクラブもお前じゃないし、セブンもお前じゃないっていう、
もっと若手の上手いやつにやらせるっつうか、なんつうんだろう、お前には花がありすぎるっていうか、お前かっこよすぎるんだよっていう。演技下手とかじゃないの、もうね、花がありすぎてお前の役じゃないみたいな。日本人で言うと、あのなんだ、松田優作みたいな人にやってほしいんだよ。メキシカン見てないな。なんかね、ブラッド・ピットはね、なんか脚本選んでてこいつじゃないのにって毎回思うんだよ。なんか大御所のキラキラした役やっててほしい。超選んでるよね。トム・クルーズね、いや空気はちゃんと入れ替えてますよ。俺らも空気、朝だから寒かったりとかさするのよ。うお、超寒いな。あ、そう、朝になったから、はい、おはよう、おはよう。グッドフェローズは名作ギャング。寒いね、めちゃめちゃ寒い。なんだろう、今年の冬寒くなりそうだよね。冬嫌いだわ。ブラッド・ピットじゃなくてユアン・マクレガーだよな。ユアン・マクレガーってどんな人だっけ。ダメだ、寒すぎる、死ぬ。ユアン・マクレガー、ユアン・マクレガー、スター・ウォーズの人、この人。ムーラン・ルージュ、ファーゴ、美女と野獣、トレスティン・ポッティング。ユアン・マクレガー、オビワン・ケノービの人。オビワン・ケノービじゃなくてなんだっけ、この人イケメンだよね。ナイトウィッチ、リトルボイス、オビワン・ケノービか。オビワンの人だ。おはよう、ニムロードさん。俺ね、それがね、スター・ウォーズすげえ悲しいことをしてしまったんだけど俺ね、スター・ウォーズシリーズ実は一個も見たことがないんだけど、すごいことをしてしまったのね。あのね、スター・ウォーズ見なきゃ見なきゃって思ってて、もう何もう なんつうの、それ語ろうとかじゃなくて、もう見ておかないとダメだって思ったので、 YouTube で5分ぐらいのスター・ウォーズってさ、5分ぐらいに切り取られてるじゃん、いろんなシーンを。で、そしたらあっつって、なんかね、一時期ハマって1週間ぐらいずっとその5分の動画をいろいろ検索してたら、全部のストーリー把握しちゃったんだよね俺すごいだろスター・ウォーズってそれくらいシンプルなんだよ、もう大体分かっちゃったの。だから1個もどのシリーズも全部見てないのに大体分かるの、スター・ウォーズって。あのシーンねとか、大体こんな感じのストーリーだろうなみたいな。俺すげえ、もうだからね、多分ね、スター・ウォーズ見てもあれこの映画見たことあるなってなっちゃうんだよね。やっぱすごいよね、スター・ウォーズクラスになると YouTube に全部のシーンが載ってるんだよ。ああ、それはね、自分の中である日気がついたんだよな、あれ俺見たことねえよなみたいな。で、なんでオビワン・ケノービって言えるんだろうみたいな。ジョニー・デップのシザーハンズは名作扱いされてるけど、個人的にはイマイチだった。いや、俺ね、ジョニー・デップってずっとイマイチだよ。あのね、ジョニー・デップってずっとイマイチだよ。あの、なんだろう、なんだっけ、あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、ナイトメア・ビフォー・クリスマスの人が優秀なだけでしょ。なんだっけ、あの人。なんだっけ、ナイトメア・ビフォー・クリスマスの人。なんだっけ、名前が出てこねえな。もうほんと名前出てこねえな。なんだっけやべえな、ボケてんのかな。ここ数年異常に頭悪くなってんだよな。なんだっけ、
なんだっけな、ない。ティム・バートン、ありがとう。ティム・バートンが優秀なだけでしょ。ありがとうございます。すいません。ティム・バートンが出てこないってやばいよな。ボケてんのかな。俺ね、本当にね、蛇口の水出しっぱにしたりとかね、名前が異常にここ最近出てこなくてね、本当病気なんじゃねえかって思ってんだよね。ティム・バートンはすごいよな、本当に。でもまあ、シザーハンズ、カリブの海賊も微妙じゃない？あと何がある？天才だよね、あの人ね、ティム・バートンは。なんでティム・バートンはジョニー・デップじゃないと映画撮らないんだろうね。あ、まあ撮ってるか。ティム・バートンって俺、窪塚洋平だと思ってんだけど、合ってる？それは多分合ってるでしょ？あ、ティム・バートンじゃなくて、ジョニー・デップって窪塚洋平だよね。合ってるよね。本当にね、パーキンソン病疑うんだよね。本当に。ちょっとひどい。名前が出てこなさすぎるのと、なんかね、最近ね、結構変な、ことが身の回りに多いから、ちょっとね、本当にあるかもしんない。まあ止めようがないよな、パーキンソンとかな。ADHD 関係ないね。明らかにその頭がボケてるんだよね。あのね、ストレスはほんとね、幻覚が見えるぐらい多く、最近はストレス感じなくなったの、異常に。ここ1、2年ぐらいかな、全くストレスないんだけど、その代わりボケてるんだよね。そう、助かった人、窪塚洋介が俺やりたいのって、あのジョニー・デップだと思ってんだよね。和製ジョニー・デップでしょ。ティム・バートンはまあ変人だろうな。じゃないとあんな映画撮らないでしょ。頭の回転が異常に落ちてるんだよな。さっきほら、トツかけてくれた女の子とかもそうなんだけど、頭が回んないんだよ。9階から飛び降りて助かるって化け物だよな、ほんと。超強運だよな。ありえないよね。で、あれ、飛び降りたのってあれ、コンビニに行きたかったからなんでしょ？コンビニにいち早く行くために飛び降りたんでしょ？かっこよすぎるよね。季節性の躁鬱とかでもないね。躁鬱でもない。なんかコンビニに行きたいとかそんな理由だよね、確か。飛び降りたのって。まあ天才がやることはよくわかんねえよな。でもなんかあの狂気の桜とかさ、 G ボーイズのキングとか、あの辺のなんか窪塚の悪影響っていうかさ、役が抜けてないよね。あの人さ、天才的じゃん、その窪塚って。なんて言うんだろう、憑依型なんか、演技にもいろいろあるんだけど、憑依型の演技する人っているの。もう氷板子芸みたいに、そのキャラになりきって、 それになっちゃうっていう。で、明らかにそのキングで頭角を現したのは間違いないんだけど、池袋ウエストゲートパークのキングのキャラ抜けてねえよなっていう。ジョージ・ルーカスはゲイで肛門にネズミ入れるのが好きで、出てこれなくなっちゃって病院に運ばれた。すげえな。へえ。スター・ウォーズ
すごいな、肛門にネズミを入れる。キング抜けてないと思わない？いや、もう抜けたんだよ。やっと抜けたっていうか、なんかもうずっとキングがちらついてた時期なかった？俺はあれは除霊した方がいいよと思ってたんだよね。その俳優としてめちゃめちゃ優秀だったから。んだから窪塚って多分国民的俳優というか名俳優になれた器があったと思うよ。だけどね、全部ボロボロにしちゃったからね。で窪塚大好きなんだけど、マンジラインだけは許せないっていうマンジラインだけはどうしても許せない自分がいるんだよね。みんなは許してるの？窪塚大好きなんだけど、マンジラインだけは俺は許せないんだけど、どう思う？肛門の圧でネズミ潰れないんだろうか。ていうか、まあ、動物虐待だよね、ただの。いや、マンジラインだけは許せないんだよな、ほんと。なんかでも、その、なんか、え？アクションっていうのもやってんの？ああ、そうなの？なんか、やだな。セブンさんに喧嘩売るみたいでやだな、すげえ。なんか、やめてよ。セブンさんが枠開いた時、和道がマンジラインディスってたぞ、みたいな。それでなんか、おい、てめえ、みたいな。セブンさんに喧嘩取すとかやだよ、俺。おめえ、マンジラインディスってたってマジかよ、みたいな。ああ、なんかやだな、そういうの。やっぱ、ディスって良くないね。お前、マンジラインさん舐めてんのかよ、みたいになって。やだよ、俺、捨て頃でセブンさんとやるとか。言っちゃいけないこと言っちゃったかもしれないな。卵サンド食べる？あ、食べないよ、大丈夫だよ、のんちゃん食べて。うん。まんじなめんなって。ちょっとヤバゾウがもう病気になってて、のんちゃんが映るたんびに笑うから、ね、もうさ、ヤバゾウってわかる？のんちゃん、のんちゃんのこと大好きらしいので、のんちゃんがミュウツーボコった動画とかもう俺だけで200回は再生してるっていうぐらいヘビーに見てんだよ。だからもうのんちゃん出るだけでもうテンション上がんのね、ヤバゾウ。お前、のんちゃんが映るために花火一発ぐらい投げろよ、稼いでんだから。還元しろよ、お前、ふざけんなよ。映画ね、映画なんかねえかな。邦画で面白い映画何？邦画で、邦画で面白い映画教えて。邦画、これ面白いよっていう。ていうか、ちょっと俺痩せすぎじゃない？ちょっとネタとかじゃなくて、なんか俺今一瞬カメラ見て誰って思ったんだけど、アウトレイジ大っ嫌いなんだよね、俺。え？ネジ式？ネジ式って映画？映画。ネジ式。うん。冷たい熱帯魚は見たいな。おお、浅野忠信じゃん。え、これ見ようよ。浅野忠信、若っ。ネジ式面白い。あ、見よう。浅野忠信、なんだろうね、この人。かっこいい。ネジ式面白いんだ。イカれてるんだ。ヘルタースケルターって、あの、整形の話だよね。炭水化物を控えすぎて脳が回らなくなってるのはあるの？低血糖で。今も若干低血糖を起こしてるの。だから、そろそろジュースを飲みたいよね。1億稼ぐために花火一発。お前、どんな還元率だよ。お前、1% ぐらい回せよ。お前の月収の 1% を回せ。お前、そんないつまで経っても1億ためにお前1000円還元で、お前、どんだけケチなんだよ。お前、ふざけんなよ。
お前の月収の 1% を花火に還元しろよ。ヘビにピアスか、見てないな。クボスカ出てんだ、ヘルタースケルター。へぇ。そう、ブドウ糖だから。まあ、簡単に言うと、糖血糖は起こしてるね。ジュース飲むか？どうしよう。なんか糖分ある？なんか糖分ある。飴でもいいんだよな。のど飴。のど飴、それ、シュガーレス。ちょうだい一個。まずくていいや。頭が回んないのはちょっとやばいから。ネジ式か。サンキュー。ハリン好きだ。ありがとう。冷たい熱帯魚も面白いっていうよな。冷たい熱帯魚とネジ式か。ピクニック、うん、ああじゃあ何結婚するきっかけになった映画みたいな、うん、体にブドウ糖を送るケトン体、そう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 、脳を溶かして体にブドウ糖を送るんじゃなくて、脂肪を糖の代わりのケトン体っていうのを出して脳に送るだね、逆だね。岩井氏、あー現場対戦良い、へーへー、それ DVD 借りたりできるの？現場対戦。ああそうなの、クボツカ。クボツカいっぱい出てんじゃん。できるんだ。あまあ脂肪がなくなったらそれそうでしょ、飢餓だから。脳も溶かされるでしょ、うん、でもまだ脂肪あるからね大丈夫でしょ、まだいっぱいある。小田切城ってなんでいなくなったの？小田切城の演技好きだったけどな、演技っつうかなんかぼーっとしてるだけだけど。すごい失礼な言い方だよね。小田切城からクレーム来るよね。なんかぼーっとしてるのに絵になるんだよ。いいよな、ぼーっとしてるだけでね、絵になるんだもんな。ぼーっとしてりゃいいんだ。あ、グロいの俺平気だね。いや、小田切城はぼーっとしてても花火上がると思うよ。なんで笑うんだよ。もうなんで急に小田切はかっこいいみたいなんだ、お前ふざけんなよ本当。なんだてめえらこの野郎。何お前ちょっとコメントスキル上がってんだよ。ふざけんなよ。ぼーっとしてみろっつって。あ、小田切はやっぱすげえわーっつって。お前らレベルアップしたのか？レベルアップしたのか、優秀な奴らが集まってきたのか。腕上げたな。そういうの大事だよね。
かなんかを引き裂くし。ああ、そうだ。なんだっけ、あれも読まないとな。ワールドイズマインだっけ、ワールドイズマイン読まなきゃと思って、本屋に行って全巻揃わなくて買ってねえんだ。ご飯はね、4時間ぐらい前に蕎麦食ったかな。ワールドイズマイン。なんだっけ、ドルマドンじゃなくて、なんだっけ、あれ見ないと。忘れてた。なんか妄想代理人最後まで読んだんだけど、すげえ腑に落ちなかったんだよね。ワールドイズマイン神なんだ。なんだっけ、ドルマドンじゃなくて、なんだっけ、ワールドイズマインはちゃんと読んでちゃんと評論したいと思ってて。そんな面白いんだ。あとゴミ拾いの宇宙の話、なんだっけ、プラネテウスじゃなくて、なんだっけ、プロメテウスじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、ヒグマドンだ。ありがとう。ヒグマドンも見ないといけないと思うし、宇宙、なんだっけ、なんだっけ、宇宙のゴミ拾いのやつも見ないといけないでしょ。プラネテスか、プラネテス。あとさ、俺さ、ツタヤに行って毎回思うの、青の6号ってあれ何なの？ジャケットすっげえかっこいいんだけど、絶対俺の好きなそのアニメコーナーに必ず青の6号あるの。で、名前は知ってるんだけど、何一つ、ジャケットもかっこいいんだけど、何一つ内容がわからないし、話題にも上がらない、あの作品って何なの？青の6号。気になるけど見る気はしないんだよね。知らない？ベビーダノおはよう。青の6号、絵めっちゃかっこいいんだよ。で、いつもあるの。俺の好きな棚に。で、なんだこれって、青の6号って。だけど、見たことある？見たことなくても絵は知ってるでしょ、青の6号。絵めちゃくちゃいいんだよ。好きなイラストレーターさん、アニメなんだけど、ジャケットが目につくんだけど、このジャケット知らない？このジャケット見たことない？これが頭から離れないんだよね。ベルセルクのキャスカみたいな顔してるんだけど、まあ多分あんまり噂を聞かないから、あんまりなんだろうな。すごい有名な人、この人の絵好きだよ俺。めちゃめちゃかっこいいよね。なんかすごいかっこいい絵を描くんだよ。だからジャケットはめちゃくちゃかっこいいんだけど、こめちゃくちゃかっこいいんだよ。かっこいいじゃん。ちょっとカオスってこんな感じだよね。クソカスカオスってこんな感じだよね。そう、絵がかっこいいんだよね。あ、シェレンがこれなんだ。これがモチーフなんだ。この人の絵めちゃめちゃかっこいい。ただ内容が全然どうなんだろうっていう。カオスさんっぽいでしょ。で、シェレンっていうリスナーいるんだけど、サムネがこれだわ。これ青の6号らしいね。かっこいいんだよね、めちゃめちゃ。タバコが曲がってるのが粋なんだよね。あ、タバコ、あ、ハードケース派じゃなくてソフトケース派ですねっていうね。うん、次元だよね。さ、俺さ、ルパンと次元のシケモクのくしゃくしゃになったシケモクを次元がちぎってルパンに渡すシーンめちゃくちゃ好きなんだけど、これわかる？シケモクなんだよ。シケモクで、さらにそれをルパンが吸わせろっつってちぎって二人で吸うシーンがある。何の輪とか覚えてないんだけど、こいつらクソかっこいいなって思ったよ。俺はシケモクを吸ってる男はかっこいいと思ってるね。いや、クソダサいんだよ。金持ってないから。めちゃめちゃかっこ悪いんだよ。だけど、もっとシケモクに寛容になってほしい。まあ、わざとくしゃらせてるよね、あれ。シケモク拾いのデザイン見ようとない。シ
演目拾いだからこの辺にいる、うん、いやっていうかまあ新宿はね試験目のメッカだから試験目のメッカだよ、うん、あの山蔵さんのんちゃんが喋るたびに笑うのやめてくんない、うん、のんちゃんが発言をするだけでも爆笑だから、あ、やべ、タバコなくなった。このフィルターが折れちゃうんだよな。ネジ式って30年以上前の諸星大二郎かな作品だけど手に入るのかな、手に入れば俺も見たいもん。ネジ式って30年以上前、のんちゃんがいくつの時に見た映画？25。22年前の映画だね。うん。30年以上前の映画じゃない。ルパンと次元は打ち合いになってコインをお互いに打つシーン。ほう。コインをこうやってバチバチ打って開けてくの。バチ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 。次元ってルパンと顔一緒なんだよね、実は。原作は漫画なんだ。おお、花城さんお久しぶり、元気？いらっしゃい。つげぎ、つげよしはる、わかんねえな。メガホンありがとう、あざす。まあアマゾンとかで手に入るんじゃないの、ネジ式漫画。うん、文庫になってた。まあ何かさ、俺さ、ワンピースそのちゃんと始まった時から集めてたから、全部そのもう売り出したら全部買ってたの。だから第一版だったので、最初あのエースの背中に入ってたさ、あのタトゥーが鍵十字だったんだよね。で今変わっちゃったんだよ、丸二重の字に変わっちゃったのかな。初版本あれ持ってたの超プレミアだったから、惜しいことしたなと思ってあれ売っちゃったんだよな。あ、もう間もなく届く。あ、ありがとうございます、楽しみにしてます。ハジョさんありがとう、ありがとうございます、ご報告すみません、楽しみな。花長さんは漱石を持っておられるんですよ。あのアジャリ様なんですよ。で念を込めた数珠をプレゼントする。タイトル変えらんないんだよ、ふわっちは。キャスト違うんだよ、うん、あ、本当にありがとうございます、ありがとうございます。あ、了解です、ありがとう、嬉しいな。さあ、俺さ毎回思うんだけど、うん、メンヘラの子ってなんで岩井俊二監督大好きなの、これさ俺なんかさ、岩井俊二監督ってメンヘラの心を掴んでやまなくない？そのなんかバイブルみたいになってるじゃん、あれ何なの？わかんない。ほら、あの式日見て
岩井俊二が監督じゃなくて、ほら、俳優やってたじゃん、主演で。だから、あ、この人なんだ。まあまあ、なんか、あれなんだけど、わかる？これ。なんか、しかも、メンヘラの中でも、俺、岩井俊二監督見たことないんだけど、メンヘラの中でもさ、高年齢の30オーバーのメンヘラに絶大な支持を受けてるじゃん。あれ、なんなの？俺、見よ。そんな面白い。のんちゃん。そのおう。フライドドラゴンフィッシュっていうのが好おう。フライドドラゴンフィッき、シュっ何ていう回のも見た。何回も見るぐらい。祝日は、俺は、なんか、微妙だったかな。あ、この人が岩井俊二監督か、と思って。あ、風船ありがとうございます。スワードローテールバタフライもそうだっけ？え？スワローテールバタフライって映画だっけ？スワローテールか。スワローテールも見てないんだよね。あれは見なきゃっていう。もう使命感しかないよ。最近映画作ってんの？なんか全然聞かないよね。すごい流行ったんだろうね。30代40代の。わかるわかる。でもなんか神格化されてるじゃん。なんか、何なんだろと野島伸司の、う。俺、野島伸司大好きよ。その時代なんだよ、すごい。なんか、ノスタルジックの世界観でしょ？なんとも言えない。野島伸司作品すごい好きなんだよな。なんか、あの頃のいいよね。でも今やってもウケないだろうな、ああいうの。だって、なんか、現実世界がそんな感じになっちゃってるもんね。何なんだろう、あの頃のああいう、なんか変な作風っていうか、なんて言うんだろうね、ああいうの。野島伸司はでも後半作り方変えてったかんな。あれ手法でやってたんだろう。ねえねえ、俺思うんだけど、メンヘラってさ、昔からいたの？のんちゃん。今のいいな、なんか好きだな。いた。メンヘラってさ、昔からいたんだ。まあ、いたんだね。メンヘラってなんて呼ばれてたの？だってメンヘラって2ちゃんでできた用語だから、2ちゃんができる前はそう呼ばれてなかったんでしょ。なんて呼ばれてたの、メンヘラって。なんか俺、メンヘラって突如なんか急激に現れた新人。え、マンケンって呼ばれてたの？漫画研究部みたい、研究部みたい。一応それ部活じゃん。比叡山行くの今から頑張ってください。本山に行くんですね。比叡山に行くの今から。ああ、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。花城さんも頑張ってください。オタクはメンヘラとは全然違うから。全然違う。だから、なんて呼ばれてたんだろうっていうか、どういうネクラ。だから、どんな扱いっていうか、どういう、今はさ、もうネットに住み着いてるじゃん、メンヘラが。だから、なんつうの。あ、これがメンヘラかって分かりやすいと思うんだけど、まあ、キルおはよう、ワドツ。インターネットがなかった頃のメンヘラってどういう生活をしてたんだろうっていうのが気になってしょうがないんだよね、俺の中で。なんて呼ばれてて、どういう生態系で、どんな活動をしてたのかを知りたいんだよね。どんな感じだったんだろう。社会はメンヘラをどうしてたんだろう。それが知りたいよね。キチガイって呼ばれてたのかな そんな気がするね。ああ、まあ、キチガイだろうな、多分な。やばいやつじゃん。
やばいやつって、まあまあ、気違いとかだろう。 ごめん、ありがとう。宮崎勉、あれはメンヘラなのかな、あれは。ロリオタっていうかね、あ、ノイローゼだ、それだ、久々聞いた、ノイローゼだ、そうだ、それだ、それだ、ありがとう、それだわ、それだわ、俺はそれを知ってる、その言葉をギリギリ。ノイローゼだ、ノイローゼって流行らせようぜ。もっとそうだね、狐つきとかね、ノイローゼだ。そう、ノイローゼって言って、なんか、その、ノイローゼだね。おばさんだとヒステリーって言われてた、そうだわ。それが全部統合してメンヘラになったんだ。それだ。そうだ。ヒステリーと、気違いと、ノイローゼだよ。それだよ。いや、気が触れたみたいなさ。そう、だからインテリで賢かったけど、要はインテリ系気違いはノイローゼって言われて。そう。それだ。ありがとう。で、ババアはヒステリーって言われてたんだよね。それだ、それだ。だから、母ちゃんの場合はノイ、ヒステリーだよ。そういえばヒステリーって言葉とノイローゼって言葉なくなったよね。あ、だからメンヘラに変わったんでしょ。生まれ変わったんだよ。ノイローゼって何なんだろう。ちょっと待って。ノイローゼをウィキペディアで検索しようぜ。ワクワクすっぞ。ノイロー、ノイローゼ。ノイ、あ、違う、ノイローゼ。ちょっと待って。ノイローゼ。ノイローゼとは。フォローありがとうございます。ノイローゼとは。主として精神的な原因で生ずる神経機能の障害、神経症、ヒステリー、神経衰弱。ああ、ノイローゼって死語なんだ。なるほどね。言葉って面白いな。ノイローゼね。いや、ノイローゼはかっこいいでしょネう。フローゼ。え？ネフローゼ。ネフローゼ。いや、マキルが寝てた間にとんでもねえ新人発掘されたんだよ。すごかったよ。とんでもないね、ニューカマーが現れたんだよ。あとでタイムシフト見てみると、この枠だった？前の枠だったっけ？前の枠か。前の枠はすごかったよね。ネフローゼは内臓の病気なんだ。っていうか、ADHD とかアスペルガーとかってさ、最近できたものじゃん。昔はどうやって対処してたんだろう。またかっていうか、なかなかなやつ現れたよ。なかなかだよ。IQ120 の気違いが現れた。いや、結構面白かったよ。賢いのは賢いんだけど、明らかになんか発言がおかしいっていう。リスナーがね、発掘してきたんだよ。配信歴3日目なんだけど。ね、金杯さんを、なんか金杯を取るみたいなことを言ってたよ。昔は病気として分類されずにまとめてノイローゼと呼んで放置されてた。あとなんか家族が隠してたんだろうね、多分ね。社会に出さないように家の中のなんか部屋に閉じ込めてた存在だよね。なんか昔ニートっていう風に言ってなかったよね。なんか家族がその、この子は世間様に出しちゃいけないっつって必死になって隠してるやつとかいなかった？地元とかに。封印されてるお兄さんとかいなかった？もういたもんな、地元に。なんか、え、お兄ちゃんいるの？みたいな。聞かないで、みたいな。え、お兄ちゃん、なんで会ったことないけど、みたいな。
金瀬くんのお兄ちゃんじゃん。誰金瀬くんって、金八先生に出てくる金瀬くんのお兄ちゃん何金瀬くんが誰だか分かんないんだけど、金八先生俺上戸彩しか知らないよ、僕は男だって叫んでたよ。あ、その前ちょっと前ぐらいのシリーズ、シリーズは引きこもりのシリーズだったんだ。お兄ちゃんがいる、金瀬くんっていうのが優秀で、おで悪いことばっかりしてて、おでその陰にそのお兄さんがいた、お兄さんがフィクサーだと。金髪先生っていいよね、重いんだよ、重いんだ、うん、金髪先生は一体何と戦ってるんだろう、ね、なんか歪んでるよね金髪先生ってね。だって性同一性障害をいち早く取り入れてたもんね、うん、だって意味が分かんなかったもんね、僕は男だっていうね。上戸彩が晒し巻いてたかもね夜母親が食事の部屋を前に置くと朝空の食器家に置いてあるが姿は見せない家族。うーん、うーん、でもネットがあって救われてるよな絶対な。俺らって全員ここにいる240人それの予備軍か、もしくはその当事者じゃん。俺多分そっちだもん、部屋の中に引きこもって他民族だから。その家の前にはその食事は並べられてなかったけど、働け働け出てけだったけど、でうわーって発狂してる毎日本当だよ。だから俺の部屋って壁4面あるじゃん、四角い部屋だから二面穴とかじゃないの、壁がないの本当にみんな知らないかもしれないけど、壁ってバコって穴開くじゃん。だけどあの柱になってる部分に思いっきりいくと超痛いからね穴開く場所と開かない場所があるから。壁二面なかったもんな、壁二面ビニールだったもんな。でドアは母親にぶち抜かれてたからすごい部屋だった、気が狂いそうな毎日だったよ本当に。光を嫌う民族だ。ああ、太陽が出ると寝てたな。あ、支払いだ。やべえ、俺金持ってね。もんじゃ金ある今。多分水道が多分。わかんねえ。1万ある。ある。多分大丈夫だと思う。ライフラインが。ライフラインが止まる。新潟の少女監禁事件もあったね。親と同居とか信じられなかった。あ、わかんねえわそれ。でもね、その引きこもりがね、生主やったらね、稼げるかもしれないんだからね。恐ろしい時代だよね。だって生主で売れてるやつなんかさ、世間で絶対生きていけないやつだもんね、俺も含めてね。ネットがなかったらやばかったよな。2チャンネルがだから最初できた時の衝撃ってすごかったよな本当に、うん、パソコンに変な画像が出てる、動きませんみたいな。え、何それ、ね、教えてもらう。へえ。そうするとすぐ答えてくれ、2チャンネル。へえ。ネット人口ってあの当時どれくらいだったんだろう。なんか成田でコンピューター持ってる同級生、家にコンピューターがあるの、もう本当30人に1人とかだった。1クラスに1人とかだったよ。で、なんか、いやっつって、日本の人口の10分の1台はマイコンを持ってるんだよって言われた時に、あ、俺の家ダメな方だと思ったもんね。アメゾー掲示板わかんない。見たことない。中学2年生の時だから何歳だ？ 15 歳？
中学1年生だ。中学1年生だから13歳の時だから7年前、19年前に初めて2チャンネルっていうものを見たね。うん、19年前に友達にすげえの見せてやるよって言われて、何っつって、2チャンネルって知ってるって言われて、まあ知らないじゃん。で、そいつの家行って、まあそいつ裕福な金持ちの家で、金持ちっつうか、まあなんか、まあ舞妓なるものを持ってて、でケーブルテレビは安いんだぜという謎の文言を残し、俺をパソコンの前に連れてきて、で2チャンネルすげえってなったもんね。文字書いてみろよっつって、なんか言ってみろよっつったら、書いてたらなんか10分、なんか5分後ぐらいになんか更新してみっつったら、なんか返信が来てると思って、これ誰みたいな。いや、わかんないみたいな。誰かみたいな。すげえ、死ねって書いていい、ダメだよって、あ、ごめん書いたわつって、お前みたいになってた。やっぱり最初にやるのはアンチコメントなんだよね。アメゾーは2チャンネルの前でしょ。ひろゆきはアメゾー掲示板をパクったんだよね。で、なんかアメゾー掲示板をディスる、ディスって、あ、水道、検診だけしてったのかな。セーフだった。セーフだった。アメゾーはだからやったことないの。だからアメゾーを誘導してたんでしょ。アメゾーのサーバーをわざと落として、2チャンネルってあるよ、みたいな。暖房あるよ。うん、暖房エアコン。だその頃やっぱすげえってなったよな。あの頃はもうネットは超楽しかったんだろうね。なんか楽しかったもん。なんかそのどういう楽しさかっていうと、なんかその未知のものと、なんか文明を初めて見つけたみたいなさ、なんかあのワクワク感って今どうなんだろう。その中高生とかは生まれてから当たり前にスマホとか持ってるわけでしょ。どういう感じで出会うんだろう。なんかすごかったよね、なんか。2チャンネルに触れた時のが一番すごかったかな。何これみたいな。あれを今ね、俺らの神であるひろゆきが作ったっていうね。ひろゆきってすげえな。一日中エアコンつけてた方が安いんですよ。これね、東京電力に騙されない方がよくて、俺ね、エアコンね、例えば冷房の時期、一日中1ヶ月2ヶ月つけっぱなの。つけっぱの代わりに、エアコンの温度が28度とか26度とか、要は、それ寒く、なんか効くのっていうのをずっと弱風でつけ続けるの。1ヶ月の電気代5000円だったよ。だからね、あの起動するときと切るときが電源で一番電圧がかかんの。だすごい弱い電気でずっと効かせてた方がね、安上がりの。今もね、26度弱風とかつけっぱな。金梅って何年くらい前に2ちゃんのコテハンだったの？配信始める前だね。有名コテハンで。ブロガーだったんだって、その前が。で、ブロガーで有名だったんだけど、金梅さんに直接聞いたんだよね。ブロガーだったんだけど、ブログで食ってたんだって。で、ブログで食えなくなって、2チャンネルから誘導しようっつって、2ちゃんから誘導を最初やってたんだけど、ブログよりも2ちゃんが面白くなって、2ちゃんの有名コテハンになって、で、生主になったって。なんか、もともとファンがいたの。金梅っていうものに。で、結構そういう人多くて、新八丁も実は有名アメブロのブロガーなの。で、すごいファンがいて生主始めてる。だからね、大手になったって言ってるけど、鮫島さんとかももう、ね、ポート開いて映像配信生放送とかやってて11年目とか、今大手だって言われてる人、歴史がすごい古いんだよね。二ちゃんに犯罪予告して捕まった。そう、つけるときに電気がかかる。だから、何年前だろう。多分6年ぐらい前だ。5、6年前じゃない。
逮捕歴がないと大手にはなれないって言ってた。俺はエミさんに言われたのが、エミさんとコラボする前のミーティングでエミさんがちょっと話そうって外に来てって言って、はいっつって座ってって、でちょっと君の経歴教えてくれるって言われて、あーって、生活保護でアスペルガー症候群で中卒でつった、もういい君は大丈夫って君は売れるって言って、以上って言って戻っていいよって言われたからもういいってスペックが高すぎるって言われた情報量が多すぎるみたいな顔してたから、ね、あの時笑ったな。のんちゃんタバコ一本ちょうだい、君はもっと顔が崩れてた方がいいみたいなことも言われた気がする。初期の兄ちゃんは何書いても捕まらないのが売りだった。あー、何書いても捕まらない、あー、ていうかあのネオ麦茶事件とかさ、逮捕歴かメンヘラじゃないの無理だって言ってた。っていうか頭がおかしくないと売れないんだよ。要は普通のやつ見ても面白くないんだよ。頭いいやつも見たくないんだよ。もうそうじゃなくてバカなやつとかぶっ飛んでるやつとかが見たいんだよみんな。なんか2チャンネルっつったらやっぱそのネオ麦茶とか、あのなんだっけ、バスジャックの事件の小手半がネオ麦茶じゃなかったっけとか、なんかもう毎日なんか2チャンネルは悪の巣窟だみたいなテレビニュースやってたよね。もう2ちゃんは害悪みたいな、ずーっと2ちゃんの悪口みたいなインターネットっていうすごい悪いものがあるみたいな、ずーっとそんななんかネガキャンばっかりやってる感じだよね。もう目の敵だよね。だから今がなんかその YouTube の動画をさテレビで使ったりとかさ、ネットで活動してる人をテレビで使うってだいぶ丸くなったよなって、ようやくホリエモンとかが言ってることを理解されたなって。だからホリエモンすごいよね。でも電車男でブレイクした、電車男で丸くなったよね。なんかそのなんかいいこともあるんだみたいなさ、なんかポジティブキャンペーンがちょっと始まったよね。でも電車男ってあれ絶対嘘だよねもう分かってることだけど絶対嘘だよねあれ。エルメスさんエルメスさんつって来たーっつって、あれはだからうまいシナリオライター雇ったよな、ひろゆきがな。なんだっけ、一時期のピークの2チャンネルのアクセス数って Google、Yahoo 2チャンネルとかそんな感じじゃなかったっけ。なんか日本で4位とかだったよね、そのアクセス数が。スレッドの書き込みが商売になることを示したのが電車男なのかな。あれは戦略的にやってると思うよ。ひろゆきめちゃめちゃ頭いいもんな。あれは完全にひろゆきとそのスレッドの主と、なんか分配してるよね、3社ぐらいで。出版社は3人で印税割ったっつってるから。うまく使ったなっていう印象だよ。なんか、その、ひろゆきの合理主義が、すごい怖くなる時があって、なんか、ポロッとした発言に怖さを感じる時があるんだよね。赤色のブチメガネ、メガネは2つしか持ってないから、丸メガネと最近これだけど、ずっと丸メガネだったんですよ僕は。ちょっと待って、
髪の毛ボッサボサだよね。これは昔ずっとつけてたやつだね。あ、度が合ってない。アメリカの名義に乗っ取られた。あれ、全然度が合ってないな。トムさん、ティッシュちょうだい。もうダメだ、裸眼でもう物が見えなくなっちゃったからな。まあそうだよな、毎日パソコンの前でこんなことやってたら目悪くなるわな。あ、ダメだ、合わない。レンズだけ変えようかな。ダメだ、合わないわ。左が合ってないな。あ、ダメだ、見えねえ。あ、ひどいな。ダメだ。メガネね、似合うのと似合わないのが極端だね。すごい。リスナーさんと一緒に買いに行ってね、あの、これがいいんじゃんってなったんだけど。赤縁いいね。おはよう。おう、愛子さん、風船ありがとう。風船じゃない、ハートありがとう。うん、来た、愛子山来たーっつって。あのね、メガネの安いやつ、アルークっていうので買ってる、いつも。あの、メガネ市場の下のブランドだと思うんだけど。なんかもう、安いやつね。のんちゃん、エクステつけて可愛くなったね。うん、ありがとう。のんちゃん、可愛くなったでしょ。つけまもつけたから。ねえ、のんちゃん。まつげエクステ。まつげエクステか。あれ、愛子さん彼氏できたんでしょ。なんか彼氏ができて配信一時期やめてたんでしょ。のんちゃん口元がセクシー。なんかキャラクター的な可愛さだよね。のんちゃんっていう生き物だ。私の影響だって、あ、いるんだ。あ、のんちゃんもうずっと後ろにいるよ。あー、よかったじゃん、おめでとう。で、配信しばらく休んでたから、何やってんの愛子さんっつったら、彼氏できたらやめたらしいよっつって、へえっつって。リアル彼氏、うん、のんちゃんイコール着ぐるみ。マスコットじゃん、マスコットでしょ、のんちゃんは。あ、そうなんだ、はいはいはい。まあ配信のこと理解してくれてる人が一番いいよ。うん、じゃないとね、付き合いできないよね。なんでスマホに向かって話しかけてんのってなっちゃうもんね。まあまあ、パートナーがいることはいいことだ。結婚できたら引退宣言する。あ、結婚もシェアに入れてんのね。結ばれるといいね。っていうか、結婚する気なら配信やめた方がいいと思うよ。順番逆でしょ。結婚が決まったら配信やめるんじゃなくて、本気でその彼氏のとのこと考えるなら配信はやめるべきだよ。ふわっちのお金を貯金してるかどうかなんか聞いてないよ。そんなこと聞いてなくて、本当に結婚考えてるなら配信をやめるべきだよ、絶対。絶対やめるべきだよ。その、やっぱり配信者は出会い多いし、彼氏が心配するよ。あ、2年はできないんだ。そっかそっか。まあ男と女にはいろいろあるからな。のんちゃん、朝ごはん何食べる？俺にとっては晩ごはんだけど。3時食べちゃった。あー、そっか。じゃあ俺一人で食うのか。まあいいか。
橋本くんの離婚は俺、もう前も話したんだけど、俺大爆笑したの。もうバカすぎるとか思って。あのさ、仕事も辞めたらしいじゃん。あのさ、当たり前だろうと思って。そうさ、仕事してたよりも配信で稼げてるっつってさ、女子供が喜ぶわけないじゃん。自分の旦那とかさ、子供のこと考えたらさ、配信で稼ぐとかさ、アホすぎるだろうとか思って。で、号泣してんの見て俺腹抱えて笑ったんだよね。バカすぎるなと思って。いつも早起きじゃなくて、俺は起きたい時に起きて寝たい時に寝る。あ、一人暮らしすんの？へえ。いやー、それは離婚でしょう、どう考えても。普通に考えてそうじゃん。普通に考えて。まあでもね、同期とかが稼いでたりとかさ、自分より実力が下のやつが稼いでたら俺の方がってなるわな。人気大手配信者だったわけだし、俺だって稼げるよって証明したくなるよな。だけどそれは不幸の始まりなんだな。おかえり、橋本くん。おかえり。特定されるから父親がおかしくなっちゃった なるほどね。父親がおかしくなっちゃったんじゃなくて、父親がまともなんだよ おかしくなってるのは俺らの感覚なんだって。配信で食べれるのあと何年かって考えるのって、俺普通に冷静に考えてる人からすると、えって思うの。今までずっと食えなかったものが食えるようになりました。で、いろんな配信サイトが有料とかの、要は稼げるサイトを作ってます。稼げる額が増えたりとか、人口食えてる人間が多くなるって読むのが普通だと思ってんの。で、なんかその絶対なくなるって言ってる人は、俺マジでそれ言ってんのって本気で思う。ひがみとかに対する反論じゃなくて、マーケットが広がるに決まってるじゃんっていう。いやー、やめるのが正解だと思うよ。笑うのはひどいねってさ、だってさ、もうさ、なんか奥さんと子供が逃げちゃったっつって、逃げるに決まってるでしょって思っちゃうけどな。配信や、いや、配信者にはならない方がいいよ。俺はだから配信やりたいっていう人には、いや、配信者にはならない方がいいよってずっと説明してるね。配信はやらない方がいいよって。ネット上で住所もフルネームも。ネットで食べれるのはあと何年かじゃなくて、まだピークが見えてないから、衰退もゆっくりするはずなんだよ。少なくとも伸びてきたスピードと同じスピードで衰退するのね。で、伸び続けてるわけですよ。で、この状況を見て、なんで配信で食べられなくなるって考えるんだろうっていう。女性は特に配信は厳しい、特定があるから。特定もあるし、何が厳しいかっていうと、女の人は年齢的な賞味期限が短いから、だからその稼げるうちにバッと稼がないとっていうのがかわいそうだよね。男はなんだかんだ稼げないけど息が長い。多分10年経っても見てくれる自信があるの、ここにいる人たちは。わどうも老けたねーって、俺らも老けたねーって言いながら見てくれるんだけど、今その可愛いねーとか、おっぱい見せてとか、俺と付き合おうよって花火もらってる人は10年後多分相手にされなくなるんだよ おいババアとか言われるの。だからかわいそうだなーと思う。のんちゃん働いてないよ ちょっと待って、和道さんはのんちゃんが働いてるからいいよって、のんちゃん働いてないですよ。のんちゃん働いてないよ。何言ってんの、アイコンは。のんちゃんは働いてないですよ。アフィとかも食えなくなったからね。アフィリエイト別に食えてる人は食えてんじゃないの。まあ、緩やかに衰退していくっつうか、新しいコンテンツに入れ替わっていくんじゃん。配信も。なんかブロガーが食えなくなったから配信始めたとか、YouTuber 始めたっていうのと同じような感じで、配信に代わる新しいサービスができて、それに移っていくだけだと思ってるけど。だからまあ、ツイッターとかなんだとかのフォロワーは有利になるよね、次のコンテンツに行くときに。
は？配信者じゃないのに何してんの？いや、ニート。今言ったじゃん。ニート、ニート。のんちゃん、ニートだから。ニート歴10年の生粋のニートだから。血統書付きだから。なんか俺のんちゃんに食わせてもらってると思ってるリスナーめちゃめちゃ多いよね。あの俺配信で稼いで配信でずっと食ってるからね、うん、おはようあーちゃん。46、47だよ。ニートやばいね。なんで煽るんだよ。おはよう、紐かと思った。全然俺紐嫌いだもん、うん、全然全然だよ。人生積んだ人は配信した方が良くないですか。なんか配信をバカにされてるみたいな感じがして、あのいやね、いいんだけどその表現でも、なんか配信で閲覧は誰でも稼げると思ってる発言なんだよ、りょうたさんのその発言。 YouTube とかやればいいじゃん、配信やればいいじゃんって、そんな甘い世界じゃないのよこの世界って。でまあちょっとブレイクしてちょっと稼ぐ人とかいるけれども、それって半年持たなかったりするのよ。だからそんな甘い世界じゃないよ、うん、のんちゃん47。俺はあんまひも気質じゃないね。あ、ひも気質はひも気質かもしんないけど、結構その仕事はやりたいタイプなんで、稼ぎたい自分で。ひもかと思われてたんだ俺、悲しいな。のんちゃんから俺現金せびったことなんか付き合って一回もなくない？ある？ある？ないよ。ないよね、うん、俺多分のんちゃんに現金よこせっていう発言とか、お小遣いちょうだいみたいなこと言ったこと多分一回もないよ、うん、めちゃめちゃ大変だよ。のんちゃんはじめ35って言ってたよ、ずーっと言ってたよ。である日事件が起こったんだよ。そう、ある日事件が起こったんだよ。その時に生まれた名言は、のりこは死んだっていう、のんちゃんの口からのりこは死んだっていう名言が出たんだよ。のりこはもう死んだっつって。いや12年サバ読みしてたの。一回りね、一回り。そう。どうやって生計立つのさあ。ペコがぐずってるね、うん、35もよ。青ツイートはパワーあった。あ、間違いないでした。そうそう、えとも大丈夫。うまくなったなペコ、なかなかいい鳴き方するじゃねえか。うまくなってきたなペコが、歌が。ペコ、うまくなったね。ビットコインの話はね、全然うちのリスナーが関心がなくて全然話してないから、40過ぎると35でも通りそうな感じがする。人によるんじゃない、うん、歌の練習してんのよ。ここ 2,3 日ずっとぐちぐち言ってる。もっと綺麗な鳴き方になるよ。まだ完成するまで半年ぐらいかかる。オスは綺麗だね。そうなんだよね、うん、
あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。35って人によっては若く見えると年いって見える人もいるから。ビットコイン買ってないね、俺は。ビットコイン買う予定はないね。これはね、オーディオインターフェースって言って、これを、このつまみ、このつまみを上げると BGM がでかくなるの。これ。うん。で、これを下げると、まあ、パソコンの中の音をミックスしてるの。ここで。だから電話の相手の声とかを作ったりとか、これは、ってこう、ボリュームね。で、これやると、このボタンを押すと、あ、ゲビって、うなちゃんマンの声が出るとかね。おい、おう、やよ、あ、な。うん。これ、ヤマハの AG03 だね。AG03。うん、まあギターの音とかこう、ここにギターあるんだけど、この音を作る機械。フォローありがとう。普通の PC マイクもそうだね。あのヘッドホンタイプの PC マイクも使えるし、ヤマハ配信者のこと考えて作った機材だけあってシンプルで使いやすいよね、うん、オーディオ詳しいっていうか、俺もともとライブハウスの経営を始めたのが19歳の時、初めて自営業やったのがライブハウスの経営だったのね。だからあの音響こういうののもっとでっかいやつ、こんなテーブルのこんなやつのフェーダーとかいじってた。DJ じゃない、PA だね。ワトシャンはディフニーチ。やめよ、ロハコさん。パソコンのキーボードはこれリスナーさんからのプレゼントだね。キーボードは変わってないかな、もうずっとこれだね、1年ぐらい。おすすめのヘッドホンアンプ。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 ヘッドホンアンプ、ヘッドホンアンプってなんだろう。ヘッドホンアンプっていうのを使ったことがないね。うん、普通のキーボードとは違う。ああ、うん。ピアノ弾けないよ。ギター弾けるっつうか、全然下手くそっていつも怒られてるよ。おい、まめちゃんいらっしゃい。もし、皆さんもしよかったらフォローしてください。あと、まあ、知ってる人も結構いると思うんですけど、YouTube のチャンネルもやってますんで、もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してね、みんな。見れるかな？見れるね。チャンネル登録お願いします。長渕剛枠やってないね最近ね。花火上がったら長渕剛で一曲歌うよ。やりますよ全然ただ閲覧が劇的に減るけどね。あ、アイテムありがとう。ニムロズさんメガホンありがとうございます。ありがとう。最近そういえば歌ってないね。フォローありがとうございます。長渕剛が絶対に歌わない歌っていうね。あれはね、長渕剛からそろそろ怒られるんじゃないかっていうふうに、いつもビクビクしながら歌ってますよ、僕は。
裏紅白。ああ、紅白歌合戦の裏で、全部その流れてる曲の裏で長渕剛でやるって面白いかもしれないね。ギターめちゃめちゃ上手くなってね。それ面白いな。あの、今流れてる曲をリアルタイムで長渕剛でカバーするっていう。ああ、そういうバカっぽいのいいね。うん。それは面白い。それはね、もう、リスナーも見なきゃってなるもんね。もう最後の方、喉ガラッガラなんでしょ。あ、それ年末にやろうかな。それ企画で。年越そうって。長節で年越すっていう企画いいかもしんないね。ストックの曲100曲ぐらい必要だろうね、多分ね。12時間歌いっぱなし。以前ニコ生で紅白の口パク判定枠やってた。はあ。ああ、それ面白いね。てか、まあ、口パクに決まってるじゃんっていう。うん、あの、NHK が口パクにさせないわけがないよね。全部口パクだと思うよ。どう考えても。ぶち壊し、つって。うまいこと言うね。ぶち壊し。ぶち越しって。うん、ぶち越しライブっつって。うん、っていうかさ、あの、俺、便所太郎さんの、ね、捨て頃の PV 問題知ってる？捨て頃の PV の和道かっこよかったよっていう風に、便所太郎さんから、便所太郎さんのツイッターに載ってる、あの、和道さん PV 乗っててかっこよかったよっていう風に言われたんだけれどもだよ。だけれども俺は一つ言いたい。捨て頃の PV に俺が出てたっていうことは俺確定じゃない？出演。そんな予感がしてきたんだけどどう思う？これ捨て頃便所さんの中でこれ決まってるでしょ多分。そうそう、テルチャンピンが映ってないっていう、負けた方の俺しか映ってない問題があるんだけど、俺はね、結構ね、いいんじゃないかと思ってるんだよね。多分なんかね、内定だと思ってるんだけど、どう思う？これはね、便所さんからの隠れたメッセージだと思うよ。うん、内定でしょ、内定。うわー、この人完成させたわ。みんなこれ知ってる？俺密かにツイッターで追いかけてたんだけど、この人知ってる？これすごくない？これついに完成したんだ。みんなこれ知ってる？これのんちゃん、これ知ってる？これさ、これ知らないのんちゃん、うん、これ絵なんだよ、鉛筆で描いた。完成したんだ、ついに。これやばいよね。これ絵なんだよ。やばくない？本当に天才だよね。なんか弟が描いてる絵がすごすぎるって言って、お姉ちゃんかなんかがツイートしたんだけど、鉛筆の絵でこんな質感って出せるの？なんか書き途中のやつもすごかったんだけど、なんなのこれ、すごいよね。この人多分サバンとかでしょ。サバンとか以上だろうな。なんでこんなことができんの、意味がわかんないよな。え、どっからどう見てもこれ本物だよね、写真だよね。すごいよねこれ。いやマジで感動するよね。これ結構ツイッターで話題になってて、なんか弟の絵がやばすぎるって言って、なんか、え、これ写真でしょ、絵じゃなくねみたいなこと、いやいやいや鉛筆なんですよみたいになって結構話題になったんだよ。うん、すげえよな。これ280時間かかったんだって、この絵に。これすげえよな本当に。ああ、もう世界的に有名になってんだ。ほらこの人のんちゃん、すごくない？やべえよな。
すげえ、フォロワー2万人になってる。すげえな。あ、もうニュースとかになってるんだ、これ。まあ、そりゃ話題になるわな、これ。すげえやついるな、本当に。いや、普通の絵が好きな人でしょ。え、でもこれ素人の絵なの、これ。すげえ、いろんなの描いてる。まあ、世界的な技術だろうね。すごいね。いや、ま、もう話題にならない方がおかしいよね、こんなのね。本当にそう。どうなってんのっていう。鉛筆で描けるもんなんだね。すげえ。嘘でしょって思うもんな、未だに。あ、美術館に飾らせてもらってるっていうから、やっぱ画家、まあ画家だよな。写真を描いたって嘘ついて叩かれてた人もいた。あ、鉛筆なのマジで。いや、だからもうそのレベルなんだけど、この人のツイッターを見てる限りだといろんなのあるよ。え、なんならリツイートしとこうか、俺のツイッターフォローしてる人のために。追っかけたい人いる？俺のツイッターでリツイートしとく？あの、この人の本垢の方、あの、完成したってやつ、リツイートしとこうか。完成、リツイートするか。じゃあリツイートしときます。はい、本垢リツイートしときました。写実鉛筆画っていうんだ。23歳。すげえわな。米粒に字を書く宇宙中国人とはレベルが違う。あ、中国人ディスったね。すごい。えぐいよね。えぐいよね。あ、もしよかったら、あの、興味ある人は俺のツイッター見といてください。フォローも忘れることなくお願いします。フォローも頼むにゃ。俺のツイッター飛んでみて。いやー、世の中にはすげえやつがいっぱいいるな、本当に。生で見てみたいよね、本当に。ある程度まではね、うん、いけるんだけどね、気合がね、精神が持たなくなるの。精神が持たない。え、何？じゃあ画家からすると技術的にはできるけど、要はきつくなってくるってことなの？おう、だから多分大きい紙に書いてるんだと思う。めちゃめちゃでかかったね。うん、だから要は、あの、なんだろう、か、点が書き込める、要はその、なんつうんだろう、要は広げるしかないってことでしょ。要は大きくなっていけば大きくなっていくほどできるんでしょ。暗くなってくる。いや、こんな紙だよ、のんちゃん。そう。写真ぐらいのサイズのだったら、うん、できないことはないんだよ。おお、うん、あ、じゃあ画家的には技術的にできることなんだ、これは。そうそうそう。ただ途方もない労力がかかるんだな。まあそうだよね、280時間この絵を描き続けたんだもんね。うん、締めに雑炊で描き込むやつですか。ごめん、わかんない、川田ホテルさん。ツイッターの唇もヘッダーも鉛筆画だって。うん、精神削られるわな。まあ、じゃあ技術的にはできるんだ。
気が狂いそうになるわこんなの。あ、この人だ、このお姉さんのツイート見たんだ俺最初に、書き途中の。ただ辛い、辛いんだ。おお、まあ辛いよな。でも280時間行くとも世界的に評価されるんだ。誰もやらないよなこんなんだ、やろうと思わないもんね。ポンタンは美大卒、美大の大学院出てるね。なんか白黒写真をそのままそっくりかけっていうのはできるんだ、うん、美大生だったらそんな難しくないの、うん、おー、だからこの人はだから精神力が強いって感じなんだ、美大生からすると心が強いんだ。おー、まあそうだよな、ずっと280時間ボルトとナットかけって言われたらまあやだよってなるわな。うん、のんちゃんはあれですよ、あの美大系の、だからあのただ普通に素人の意見じゃないの。そうそうそう、だデッサンとかもちゃんと勉強してるよ。なんかさ、大学院を出ると何なんかもらえんの？博士って何なの？俺博士がよくわかんないんだけど。博士ではない。博士は何になると博士になるの？あと4年、3年ぐらい頑張ると博士。大学院をさらに3年行くと博士になるの？さらに3年ぐらい行って研究する。研究って何をするの？絵描いたり。絵をひたすら描き続けると、え、3年行こうよ、今から。博士になってよ。博士になろうよ、企画で。のりこ博士。え、博士課程修了っていうの、その博士課程を取ると博士になるの？博士の後が博士、うん、え、のんちゃんはじゃあ博士なの？うん、博士と博士は何が違うの？よくわからん。のんちゃんはじゃあ博士なの？博士、何博士なの？美術博士。美術博士なんだ。え、博士のままだと箔がつかないから、ちょっと博士になってよ。辛いから。辛いんだ。うん、大学院は修士じゃないの？博士じゃないの？よくわかんないな。修士は普通の、うん、大学の方、大学を卒業すると修士課程修了みたいな。大学院だと博士課程、うん、でさらに3年行って研究すると博士になれるんだ、うん、お、博士ってバカっぽいとか言って博士バカじゃないだろ。博士はお前すげえだろ、わかんないけど博士っていうぐらいだから。まあだけどね、博士っていうとなんか水道橋博士とかそういうイメージだよね。大変なんだよ、いろいろ。普通の大学は学士なんだ、学士修士なんだ、いろいろ大変なんだ。え、じゃあ博士になる人って何年間学校行ってんの？28とかそれくらいまで大学にいる人なの？そうだね。すげえな、最短ででしょ。うん、そうだね。でも大体みんな浪人してるから30ぐらいになっちゃう。うん、おー、博士でもだが無職、レベル高い、面白いでしょ。博士で無職ニートですって言って、でも大体そのまま大学残って、うん、うん、講師になってとか。講師っていう、講師っていう講師か。先生みたいな。先生ね。おお。なるほどね。焼き鳥はタレだろ、どう考えても。焼き鳥はどう考えてもタレだろ。塩で食うやつとか考えられねえわ。やっぱ焼き鳥は塩だよね、とか言って。タレだわ。うん、俺は言うよ。タレだよ、うん。塩派のやつの目の前で俺、あ、俺タレって言えるから。なんなのあれ、塩でいいよねって。いや、タレだからって俺言うから。おい、タレだからって。みんな塩でいいよねって。お、タレ、俺はタレ。あ、タレ。いや、言うでしょ、なめんなよって感じでしょ。何お前、塩は大人は塩だよねみたいな。
あれほんと腹立つんだよね、タレだから、うん、いや俺こんな顔だよ、俺は夕派だから、俺はタレだよって、タレ、天ぷらもタレだからつゆだから、もう許せないんだよ塩とか言ってるやつバカなの。じゃあコロッケにも塩かけろよ、そんな塩好きなら、かけろかけろ、うん、目玉焼きにも塩かけろよ、全部塩だてめえは。何が塩だよ、天ぷらが塩だよ、ね、ビールにビール焼きそばにビールってすげえ焼きそばうまくなるんだよねつって、お前殺すぞ本当に、まずいわ、ビールをかけるな焼きそばに、アボカドみたいで美味しいっつって、アボカド、アボカドじゃない、マグロみたいで美味しいっつって、ダメだな自分のネタも忘れてるわ、あーもうダメだ最近ほんと頭回んねえわ、自分の持ちネタを噛むようになってきたもん、タバコじゃないのんちゃん、ダメだわ今日本当にひどい、自分の持ちネタを噛み倒したよ、3回ぐらい噛み倒してもう立て直そうと思ったけどダメだわ、心折れたわ、ありがとう、うん、寝すぎかな、ちょっとせっかくマチルダがね、あの振りをしてくれたのに自分の持ちネタが言えなくなってしまったよ、本当にごめん、ちょっとね最近頭おかしいんだよね、ちょっともう一回メモ帳からやり直そう、ネタ帳書くところからやり直しておくわ、最近ひどいんだよね、うん、刺身もしようとかもうほんとふざけんなよって、ほんとに甘すぎなくて美味しいっつって、甘いもの食うなお前は、ほんとに甘いもの二度と食うなよ、甘すぎないバカかお前、嫌いだわお前のこと、意外と脂っぽくない、何に対して意外なんだよ、お前の基準がわからねえわほんとに、あームカつく、女の味覚大っ嫌い俺博士っぽいとか博士ディスやめなさい、さっぱりしたケーキとかもう死んだ方がいいよね言いそう、ほんと腹立つ、女の味覚大っ嫌いの、食べ物をたと食べ物で例えるなっていう、食べやすいとかね食べ物だっつの、食べにくく出さねえよ、シェフをバカにするな食べやすく作ってんだよこの野郎、カツオ、あまあまあニンニク醤油でも生姜醤油でもいいよ、うん、ただ焼き鳥を塩で食うやつはカツオのたたきも塩で食えよって思うけどね、さっぱりタルト、腹立つなさっぱりタルトこいつ分かってるな、さっぱりタルトとかね、うん、あっさりとかね、もうふざけんなよっていうね、もうこってりしたもん出せ、甘いの出せっていう、バカ野郎、うん、塩のたたきってあるの、ほんと何なの、味覚狂ってるよな、ほんとタレだけどたまにも塩なんて言うんだろう、あと俺もう一個ある、嫌いなやつシリーズもう一個出てきた、これネタ帳に新しいやつね、レモンかけます、皆さんレモンかけます、なんだこいつ聞くな、お前が決めろ、お前はどうしたいんだ、お前はお前の手にしているものは一体何、なんだその右手でつまんでいるものは、聞くな、自分で考えろ、あれほんともうほんとにイライラする、マナー違反みたいなのも嫌なの、空気ライン、そう、なんか嫌だわ、勝手にかけない、じゃあさ、じゃあ何、俺がさ、じゃあバーってかけたっつうんじゃん、うん、おいってなるの、てめえレモンかけるのかよみたいにならないでしょ、あ俺レモンダメだ、死ね、帰れ居酒屋来んな、うん、帰る家で食え、うん、そう、もうなんかいろいろわかんないわ、うん、なんだろうね、なんだろう、
そう、なんかあの顔がムカつく。これは食べ物の話じゃない。私気使えますよアピールがすげえムカつくの。やたら店員に取り皿を頼む女。家庭的でも何でもねえかんな、それは。取り分けてくれる人は、取り分けてるアピールがやだ。自然とやってたらかっこいいけど、目立つようにやるじゃん、そういう女って。取り皿ください、すいません、取り皿5枚ください。静かにやれ、気が利かねえやつだな。裏でやれ、アピールだ。分かったから。すいません、取り皿ください。腹立つわー。そう、だからお前はモテないんだよ。あ、すいません、取り皿もらえますか。腹立つ。いや、これ俺はよく話してるわ、そのシリーズいいやんけじゃねえよ。これはもうニコ生からずっとやってる俺の腹立つシリーズだから。腹立つよな、ムカつくよな、うん、レモンかけてもいいですかって。かけます、知らねえよ、帰れ。帰れ、お前とはうまい酒飲めねえよ。言わないとだから KY の空気になっちゃうと思う。いやいや、もう許せねえわ。はーって言う、はーって、うん、塩でいい、タレ、タレ、俺はタレ、ビールをかけるとうまくなるんだよ。あー、もうやだ、もうやだ、本当にやだ、本当に嫌い、鳥肌立ってきた、本当に嫌い。焼きそばビールをかけると、あー腹立つ。うん、基地系上司の方が俺は馬が合うね。うん、あー、うん、あー、いか、笑い取ったから寝るわ。焼き鳥を塩で食べるみんな、おやすみー。取り皿ください、取り皿を。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。